リュウさん怒んないで。怒ってないの？いや、人生相談だからね。人生相談、うん、それはビシッと言うとかないと、ね、でも人生相談する側の人が頭丸めてるからね。そうだよね、もう初めから反省してるからね。違うじゃん、おしゃれで丸めてる人とは違うというわけで、はい、トンチトンチトンチで、はい、ラッキーということで。何が？いやいやいや、今週は、はい、すごいっすよ。何が？あ、スペシャルで。なるほど、スペシャルっていうと、かつてのスペシャルは、ゲストを呼んだりしたもんだっすけど、そうそうそう、もういらないということになって、ゲストはもういらろっていうことになったね。ね、ついにね。はい、その後、はい、ゲストも飲みに付き合うのは、いやだろ、いい加減にしてくれと。そうそう、出るんだよね、やっぱりね。伊藤聖光さんにも、はい、一応アプローチしたとか、はい、プライベートだと、その時間は。はっきり言われて。プライベートっていう理由が発揮してんだと思いました。はい、酸欠になってる場合じゃないじゃんな。まあいいんですけどね。はい、というわけで、今週の、はい、オスペ週間、あ、お尻の方だよね、はい、あのギョっていう字ですよね、はいはい、今週はですね、はい、なんかすごいプレゼントがございまして。すごいプレゼント、すごくはないです。あんまり大したことないでしょ、実は。実は、ね、実は。で、まあ、商品で釣ろうという企画ですよね。そうですね、はい、釣っていこうと。そうだね、だから釣るためには食いついてきてくれないとダメ。何本ぐらい釣ったらいいですかね。今日40本ぐらい釣ってみる。そうですね、40本釣り、40本釣り、はい、今日はですね、何もらえるんですか。採用された方の中から、うん、私たちが、うん、ビシバシと、あら、自腹かい。はい、まずは三浦兄が持ってき、はい、ました、はい、兄が持ってきた天狗レンジャー、天狗レンジャー、そう、天狗レンジャー、起立チェーン、起立ストラップ、腕組みキーホルダー。起立って立ってるやつね。はい、立ってます。整体のやつね、立ってて、はい、黄色でチェーンがついてる、ね、はい、天狗レンジャーに、はい、全然意味わかんないくらいか。それとですね、キーホルダーみたいなやつね、はい、あと赤い天狗レンジャー、天狗レンジャーの赤の天狗レンジャーのこれも立ってんだよ、ストラップって書いてある。はい、で、天狗レンジャーの青色で腕組みしてて、キーホルダーって書いてあるわ。これは各地でですね、はい、それこそその入場した、例の、発展ジャパンツアーの。昨年、はい、安西さんと行きました。6カ所で配ったんですよ。あ、はい、げたんですけど、各地でバージョンが違ってたんですよ、実は。はい、微妙に。なんで、はい、これはぜひぜひとも欲しいという人がいると思うんです、はい、あ、そうですよね。仙台行った人は違うやつもらって、東京とはまた違うバージョンですから。で、僕もずっと携帯につけてたんですけど、はい、つけてますね。両腕折れてしまいました、はい、はい、すぐ折れてしまいました。僕の知り合いもみんな折れてます、はい、本当にあんなに折れるのとは思いませんでした。はい、昔ツッコミ如来携帯ストラップというのを作ってもらったんですけど、はい、首が取れるってことで首が折れて縁起が悪いと仏像の首だけがぶら下がってて体がないっていう状態になって、それを制作会社の人にちょっと文句を僕言いました。縁起が悪いじゃないかと、うん、仏像なのに首だけ残って体がどっか置いちゃってバラバラなんてないっていうことで、よくないっていうことで、分かりましたと。昨年までは中国に発注してたと、はい、発注してたんですけど、はい、今年はタイだっていうことで、あ、さすがにね、タイに大丈夫だろうっていうことで、はいはい、発注したところ、両手両足がもげるっていう特徴ですよね。でもね、さすがタイ、うん、この天狗レンジャーね、うん、鼻はもげないんですよ。そうなんですよ、鼻はね、鼻もげないんですよ、これ。鼻はもげないけど、先の方が白く色が取れるでしょ。全然ダメじゃないですか。まあそういう意味では、はい、もうそろそろ替え時だと思ってらっしゃる方もいると思います。もう多分そのイベント行った人はもう全部両腕折れてると思うから、はい、新しいストラップと着替えないかっていうことですよね。はい、もう、はい、パンチ飛ばしてますから。はい、パンチ飛ばしてた、はい、はい、それでですね、はい、それと私が安西さんは長野のスキー王国、はいはい、はい、田中康夫ちゃんとか、はいはい、あそこで作っておりますワンダルマという、はい、あ、はいはい、キャラクターと、はい、ジョナジョナという、このどっちがジョナジョナ、こっちスキー靴履いてるのがジョナジョナですね。おこじょのジョナジョナとですね、おこじょが有名なんですか、はい、これ花を垂らした、はい、雪だるまで、はい、これよく政治の番組見てると、うん、安尾ちゃんの後ろにいますよね、この雪だるまのやつね、はいはい、これ着ぐるみもありますよね。あります、ね、はい、かなり緩いですよね、はい、ぜひともスパでお願いします。かなり緩いキャラだったなと思って、今回、はい、またちょっと長野で作ってますけど、はい、
これはタイ、タイ製ですか？はい。あの、長野ですか？はい。今度、お話のジョナっていうのを、おはジョナっていう。お話のジョナ、はい、はい。作りまして。これ、だいぶ揉めてますけども、これも、あの、着ぐるみ作りますんで。あ、だいぶいい感じです。あ、また進んでるんですか？はい、はい、進んでおります。それの、なんていう、ピンバッジですね。はい。ピンバッジ。ピンバッジを、はい、2つ。これをですね、これをそれぞれ40名さん。はい、そしてこれ、これだってキーホルダーとこのバッチだけで40名ももらえるでしょ。40-40なの。40-40だよ。全部で。あ、そうか。あ、びっくりした。20-20。いや、すごいじゃないですか。しかも、はい、しかもその他ですね、うん、今日あのいただいたメール、メール、ファックス、ファックス、あとその他のあの、ね、手紙、はい、前いただいたチョコレート、お年紙やと、プレゼント、はい、お年紙、はい、あのすべての中からですね、はい、あの抽選いたしまして、全部抽選して、何当たんですか。皆さんの方から、僕では何でしょう。はい、兄からいただきました。うちの兄は、はい、ブラックオブジョイトイ、まああのパクリですけど。ね、あの、あのインディンオブジョイトイのパクリですけども、はい、あのカエルの絵が描いて多分後ろで縛られているようなカエルの絵だったと思います、はい、それの T シャツですよ、はい、なかなか着づらいものがありますが、はい、着づらい M サイズと L サイズはいありま ます、はい、そして私の方から、はい、スペクタクルロック3の安西さんと泉春樹と久住と俺とでやってるロックの絵画展ですね。その時に安西さんが作った T シャツ、ちょっと一瞬見るとサンタナかなと思うようなサンタナ文字のように、スペクタルロックって表示がしてある T シャツですね、はい、これはもうレアなもんですよ、はい、なかなかないですよ。答えないでくださいね、はい、というわけでですね、その T シャツと、はい、その他にですね、何があったんですよ。まだ磨きセットなんですかこれは。兄、あ、磨きセット、これはあのよくあのガード下で行ってもらって歯磨き、靴磨き、靴磨きセット、いやいや関係ないです、あの磨き、はい、歯磨きです、歯磨き、これだと思うんですけど、はい、あのですね、歯ブラシがついてるんですよ、まずで歯を磨けと、はい、あのカエルの絵が描いたビニール袋のところに、はい、なんかこうあれですね、旅行セットみたいになってるんですよね。あ、歯ブラシと、はい、なぜか分かんないけどあの赤すりタオルが入ってるんですよね。赤すりタオルのところになんか縛られたようなカエルの絵が描いてあるっていうなんこれいいのか悪いのかよく分かんないんですけども、なんか今ギャルに赤すりタオルが今赤すりが大表だと、ああの誤報が入って作ったやつなんですけどあんまり赤すりタオルを受けてるわけじゃないんですけど、まあそういう、まあ旅行セットですよね。なるほど、はい、旅行、旅行セット、旅行行くときに歯ブラシと赤すり、ちょっと待ってください、はい、赤すりタオルで顔は拭かないんですよ、はい、痛いですか。痛いですからね、まあ旅行ですから、ほら旅行先にはタオルありますから、あれパクってくればいいわけですから、あれでは赤が擦れないぞっていう、あのさらに心配をして赤擦りタオルをつけたりとか、はい、わかりました、旅行セットでございます。 MJ 磨きセットと、はい、磨きセット。そして私の方からは、はい、ですね、これもちょっとだいぶ外しましたけど、はい、絵本2冊。あ、これは、だってこれ昔のラブラブラブ、ラブラブラブっていう絵本のやつは、はい、表紙が T シャツになってるじゃん。はい、これはもう最新バージョンで買いました。これ手作りですか、これ。はい、自分で縫っておりますんで、はい、T シャツを縫って安西さんが書いた絵本ですね。絵本のラブラブラブ、はい、初版の表紙と違って表紙が T シャツになってると、はい、ポケットついております。はい、そしてあと旅立ち君が、旅立ち君が行く、こちらの、まあ、はがきが入ってますね、絵はがき付きで、絵はがき付き、はい、こちらをですね、はい、それぞれ10-10の、あ、すごいね、12-12だ、うん、12-10の24名様。あら、そんなに在庫残ってたってことですよね、これたちが。お互いにね。ね、お互いに。在庫抱えて困ってたってことですよね。困っちゃいないですよ。まあそうですけど、ね。困っちゃいないですけど。はい、困っちゃいない。24名の方に。ちょっとも困っちゃない。はい。あの、バリバリ抽選しますんで。後ほど。そうですね。番組終わってから。終わってから。はい。あの、番宣撮ってる時に。番宣撮ってる間に。神谷さん、はい、お元気ですかってか、番宣撮ってる時に。ね。その時に抽選しましょう。はい。はい。行きますね。詳しくはですね。はい。あのホームページを、ホームページ、はい、ご覧いただければ、ね、ね、はい、はい、書いてあるらしいです。というわけで、散々長い説明で、うん、散々長い説明の割には次は何だろうってなんか妙に期待してしまってるんだけど、何ももうないんですよね。ないでしょ。参りましょうか。もう何もないんですよね。兄、大丈夫ですか。そんなもんです。はい、大丈夫ですか。まあそんなもんだけど、はい、兄も T シャツも、はい、T シャツ一枚になったところで、うん、参りましょうか。下にババシャツ着てる。このね、ババシャツって何なんですか。ババシャツって。ババシャツ。おぷー。いや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 、そんな服着てないんじゃないですか。そんなの。プロレスの時ババシャツ着てたら暑くて戦えないじゃないですか。ババシャツ。ババシャツは着る人と着ない人がいますよね。
あなたさんってババシャツ着てないですね。着ないですけど、はい、なんでババシャツって言うんですかね。ババが着てるっていうことなんでしょうね。でも今ね、おしゃれなババシャツがあるわけですよ。あのワコールとかが出てるんですよ。いろいろ。あの、例えばほら、あの、はい、こう、あの、いわゆる囚人の人が着てるようなシャツあるじゃないですか。はい、いや、それは、ボーダーじゃないですか。あ、そうか。それはコバーみたいなやつでしょ。そうか。うん、例えば、西部劇で。はい。あの、こう、おじさんがよく着てるのがラクダのシャツ。それラクダ。あれはラクダ。ラクダは、ちょっと待ってください。ババっていうのはどこがババなんですか。ババってうんこですか。いや、違います。あの、ババは関西弁ではうんこの意味を表します。猫、はい、ババって言いますよね。猫、はい、ババっていうのは猫がうんこした後、砂をバッバッとかけて、消したる、証拠を消すということで、猫、はい、ババって呼びます。これは多分、ババアのシャツだと思うんですよ。でも、今はとてもおしゃれなババシャツが出てるのにもかかわらず、ババシャツの名称はババシャツのままなんですよ。多分なんとかアンダーウェアとか言ってるんだけど普及してないんですよ、その名前が。だから俺は一回あの誕生日の日に友達にクラブ連れて行ってやるって言われて、あのあれですよ、キュッキュキュッキュやるクラブの方ですよ。んで行ってみんなで踊って、もう年がいもなく頑張って踊って、暑いからバーンと脱いだらババシャツだったんですよ。でうわーこの人ババシャツ着てるってことで、みんなからこう引っ張りだこって言うんですか。引っ張りだこの状態でババシャツをビンビン伸ばされて、パチ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 こうやられるんですよ。かなり痛いんですよ。ババシャツっていうのは伸びるんですよね。伸びる。ほんと引っ張りだこなんですよ。引っ張りだこになります。いろんなとこ。薄いっすよね。ちょっと。薄くて伸びますよ、これはすごく。でも昔、はい、僕らが T レックスが好きだった頃のシャツってババシャツじゃありません？え、T レックスババシャツって言われた？ T レックスの頃のやつって、ここのピン、あの、パイピングのこの襟ぐりのところがすごく浅くって、そう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 、なってて、こ、う、れ、ん、でこう深くって、こう表に出ないように、うん、襟ぐりがでかかったじゃないですか。T レックス。はいはいはい、T レックス。マークブランとか、こう言うんですよ。はい、え、マークブラウンこれ着てました？ババシャツ。はい、そんな、こんなんでステージ上がってる人いないと思う。でもそれで、ラーメンとかになればいいんですよ、ラーメン。あー、でもね、一瞬ね、今は本当にね、うん、あ、あの普通の T シャツ着てるのかなしか見えないでしょ、透明には、うんうん。でもね、一つ欠点は伸びるとこなんですよ。ものすごい伸びるんですよ。あの、こう引っ張られると伸びるんですよ。そこはちょっと痛いんですよ。あの、サッカーのユニフォームも、はい、あの伸びるように、わざと。あ、 あれ、ババシャツなんですか？ババシャツみたいな構造になってるんですよ。つまりこう相手が敵が掴んだ時にこうギューンと伸びると、その分こう自分の体は前に行っても、あ、行っても、そうす、それでしかも審判にアピールする距離が長くなるじゃないですか。はい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 、伸びれば伸びるほど伸びるほど。それともう一つ考えたのは、破れるっていう方法を考えた人もいて、これでそれはこう引っ張られると、すぐビリッて破れる、ビリッて破れるんですよ。そのくらいボロボロですよ、サッカー選手みんな。一瞬やっぱり敵のチームでこう掴んでビリッて破れたら、一瞬罪悪感がありますよね。あ、破っちゃった人のっていう時に隙ができてシュートするんですか。なるほどね。隙がする。シャツシャツ大作戦だね、今ね。今ババシャツ、ババシャツから来てんだね。ババシャツですね。ユニフォームは。はい。だから、あ、あの人ちょっとしてそうじゃないかなと思ったら、近くに寄っても一瞬わかんないから、引っ張って伸ばしてみるよ、ババシャツは。はい。T シャツ伸びないもんね。そう、そんな伸びないでしょ。はい。というわけで、はい、だいぶ調子も落ちてきたところで、トーンダウンしたところで、大丈夫ですよ。大丈夫ですかね。全然大丈夫ですよ。じゃあ今日も参りましょう。はい。大丈夫ですか。あ、もうですよね。そうです。はい。わ、はい、かりました。はい。それでは、はい、三浦ジョーダニーがお届けします。セックスラブ。やっていかないとしょうがないですからね。やっていかないとすみませんが。だってそのがっかりしたような言い方やるぐらいよ。いやいや、大丈夫ですよ。最近ではね、はい、このラジオを、聞いてくださってる、はい、レコード会社の人、特に。うん、このセックスの BGM が、ネタが困ってるんじゃないかと。大きなお世話で、うちの事務所に送ってきていただくことになってます。おららら。はい。どうやら最近出たらしくて、ハレンチパラダイスっていう、ハレンチパラダイスっていう CD3 枚、ドーンと送ってきて、あ、ハレンチ。俺は普通に、何か面白そうですよって送ってきてくれてるのかなと思ったら、ネタが困ってるようなんで、セックスの BGM でどうかお使いくださいと。まあ、供養ですね。はい。供養だ。今こんな、CD を、公にかけるやつはあいつしかいないだろうということで、集中的にプロモーション入りました。プロモーションブックのところに入っております。うちに入ってるプロモーションはこれか、杉作ジェイ太郎のラップか、あとは何ですかね、シーモネーターぐらいですかね。
ね、あとはね なんか有名な CD 何も送ってきません、はい、映画も大概悪魔の独特モンスターとかあっこら辺のラインのやつばっかりの試写会ばっかり来るんですよね。運、はい、にはよく言ってますよね。はい、よく言ってるんですけどね。はい、あれなんですよ。何ですか。これの CD に頼るわけじゃないんですよ。僕実は持ってるんですけど、膨大なる私のレコード棚。すごく持ってるじゃないですか。すごい持ってるんですけど、はい、探しにくいんですよ。もうシングル版って大変じゃないですか。あれビニールがまたババシャドンみたいに伸びてんですよ、うちくっついたりね、くっついたり、はい、ほんでそれをいちいちね、これこの番組来る前に見てんですけど、手が真っ黒になるわけですよ。で大概10円20円で買ってるやつだから、はい、初めから入れてるビニールも汚いんですよ。ほんでもう触るのも嫌だなということで、これには入ってる場合がありますよ、僕持ってるやつ。ほんで、あ、そうだなと思ってたんですけど。怪しいな、ね。いやいやいや、そんなことないんですよ。ほんで、アレさんは、バックが好きですか、前が好きですか。ちょっと待ってくださいよ、もう、はい。人間は、基本的に、前が好きっていう風に構造上なってるんですよね。あ、そうなんですか。動物は、大概交尾っていうのは、うん、交尾は大概、尾っていうのを、尾っぽについてるじゃないですか。はい。交わる尾っぽ。あ、なるほど。はいはい、そうですね。バックからこう言ってますよ、動物は。あ、そうです。なるほど、今初めて気がつきました。そうですよ。俺、おっぽを入れんのかなと思って、中に。丸めておっぽを入れてんのかなと思ってました。何のために入れるんですか、掃除ですか。確かに。煙突掃除じゃないんだから。なるほど。確かに交わるおっぽって書きますよね。はい。はい。なんで、動物的な感じで言うと、はい、大概の動物はバックですよ。バックですよね。はい。はい、人間は正常位と。人間以外に正常位をするものっているんですかね、この世界に。どうなんですか。人間以外で正常位する。そういや、うちの猫はやっていたとかっていう報告聞いてないんですけどね。あ、クジラとか哺乳類は。クジラ正常位ですか。確かにそうですよ。クジラはこうね、はい、腹と腹でやる。後ろ向きにこうなんて、お腹同士をすり合わせてやってますよ、多分。へ、いや、間違った情報かもしれませんので、実吉先生のような意見ですね、はい、あ、か確かそうですよ。哺乳類は割と、はいはい、あ、哺乳類は割と正常位です。そんなことはないから。どうですか。そんなことはないね。人間も正常位が得意だとお聞きしました今、はい、ね、でも人間だからといって正常位がいいとは限らない場合があるでしょう。これは童貞初心はちょっと分かりにくい今回は難問です。その、はい、多分ですね、はい、正常位という言い方がいけないんじゃないですかね、はい、正常と反対は異常ですから ねそれ良くないですよね。そう、バックしたら異常、異常になっちゃいますけどね。正常位しても正常位がうまくいかない場合あるでしょう。それは今から教えましょう、はい、上付き下付きって言われてるやつです。お、うん、ね、ああ、はい、分かりました、はい、上付き下付き、はい、上付き下付き、上付き下付きは女性の場合は言いますけども、どうして男の場合はないんでしょうか。安西さんの下付きだねそれって言わないですよね。ちなみに僕、はい、長いこと公衆浴場に入ってますけども、はい、公衆浴場に入ってるんですか、はい、高校、お風呂屋さんね、高校までお風呂屋さん、はいはいはい、おじいさんは、下付きになりますよね。はい、あ、重力です、はい。重力です。おじいさんは大概、ダラーンとしてますよ。なりますね。はい。よく網目のものに物を入れた時に、ザーッと下が重くなるみたいな状態でしょ。はい、そうです。あね。確かに。確かに、ザザッとなりますよね。まあ、おじいさんは抜けといて、女の人の、上付き下付きっていうのはございましょう。ね。声小さくても同じですけど、はい。これはある、やり逃げっていう、本がありまして、それを読んだところ。あれですね。はい。それは スチュワーデスの人も読んでるやつ、ね、スチュワーデス、宮崎の、はい、国内線に乗ってられた方も、読んでますよ、やり逃げって言われて、やれんのかなと思ったら何もやれなかったっていう話なんですけどね、俺は。まさにやり逃げと、はい。あれにも書いてあったんですけど、はい、妙にクリトリスが大きい人っていうのがおられるわけですよ。妙に大きい人も、それは男の人が男性器が大きい小さいもありましょう。はい、女の方にもあるんです、それは。はい。大きい小さいが。はあ、はい。そういや、砂浜でハマグリ探してたら、大きいハマグリもあるし、小さいハマグリもあるでしょ。いや、それは個体差じゃないですか。いや、全然違います。それと、クリトリスもでかいことは違いますよ。あ、でも、
ほら、男の方も勃起時の大きさが異常に違う人とかおられるでしょ。あ、女の方にも実はおられるんですね。はい、それはあの異常でもないんですよ。あの、はい、その人それぞれ、はい、世界にたった一つのクリトリスということで、はい、あのそのままでいいじゃないかということですよ。自然に咲いてる栗なんだからっていうことなんでしょうね。うん、だから正常位が正しいとあまりにも信じ込んで、はい、大きい人、あの栗が大きい人とか、うん、下付きの方に正常位を持ち込んだ場合、うん、痛いと言われたり、うん、ツルンと抜けたりすることがございます。その時に僕は正常位派だと踏んでたけども、うんうん、まあしょうがない、それは後ろが回っていくしかない場合あるでしょう。はい、いくら男が正常位が好きだって言っても、それはケースバイケース、はい、相手あってのものですから、合わせていこうってことで、うん、ああ俺は前からの方が好きなのになって思っても、そこは後ろからした方がいいんじゃないかっていうことあるでしょ。はい、今思い当たりました、はいはい、中学の時の友達で石田くんって言ったんですけど、はいはい、石田君、はい、石田君はすっごくでかいんですよ、チンコは。あ、チンコ、はいはいはい、で、はい、すっごいでかいんで、はい、でかいんですけど、はい、短いんですよ。はいね、はい、なんか太く短くって感じなんです。となると、はい、後ろのバックした場合は入りにくいかろうってことです。いや、正常位が入りづらいらしくって、はい、でそれでずっと正常位ってできなくって、俺はセックスができないっていうふうに言い張ってたんですよ。あ、それはでかいけども、うん、物が小さいんで、じゃあ短い、あ、竿が短くて、はい、金玉がエアバッグみたいに先にピシャーッといってるからじゃないですか。エアバッグ状態の場合は確かにこう難しいですよ。そうか、はい、いや、それでね、はい、言ってたんですよ、そうだ、うん、そうそう、だから正常位ができないんだよって言って、うん、それである時せいせいした顔で、はい、バッグからだったらできたでしょ、でしょ、はい、だから男同士の会話で、はい、俺は正常位派だねとか後ろ派だねとかっていうのは相手が決めることであって、うん、己が決めることじゃないんだぞっていうことを畑中陽子さんが歌っておりました。後ろから前から、というわけでですね、はい、あの僕、はい、男同士の話でよくこうそういう話するんじゃないですか、うん、あの正常位だのそのバックだのって話、はいはいはい、ね、うん、今ふっと思ったんですけど、はい、何を思ったんですか。すっごい怖いこと思ったんですけど、はい、すっごい怖いこと思ったんですよ。本当怖いんですね。はい、あの男同士でする場合っていうのは、うん、その男同士でする場合、おほもの方ですね、はい、おほもの、はい、使うのは下ですよね。あ、そそ下付きですよね、すでにすでにね、それはそうです、はい、相当下付きですよね、それはそうでしょう、はい、っていうことは、はい、やっぱりあの人たちはバックなんでしょうね。まあそうなるでしょうね、やっぱりね。正常位だとこう、はい、なんていうんですかね、はい、こうエアバッグが2つこう、そうですよね、ダブルエアバッグでね、ダブルエアバッグ、まあ安全ですけどね、めちゃめちゃ安全、めちゃくちゃ安全ですけど ね、はい、それが黄色色してるようなイメージすらありますよね、その袋がね。そうですよね。そうですよね。でもそのエアバッグの使い方で後ろからした場合はエアバッグがお互いのエアバッグで、エアバッグ同士ですよね、エアバッグ同士ですよね、そうですよね、いわゆるそのまあいいかもこの話すごいなんか今、ま、目として不思議だなって思ったんですよ。エアバッグっていうぐらいですから ね、まあ、ね、そうです、はい、そういうことになってるわけですね、はい、いや素晴らしいお話でございましたね、はい、というわけで、はい、今日はもうとにかくスペシャルということで、いろんなものが当たるということでございますね、はい、今の、まあ、話の内容はあの適当に聞いてもらって物をゲットしようぜっていうこと、やっぱり物欲ナンバーワンに生きていこうっていうこと、物欲ナンバーワンで、はい、物欲が一番だっていうことですよね。ありました、はい、じゃあ今日も物欲ナンバーワンということでですね、はい、火災調査官紅半次郎、紅半次郎じゃなかったっけ、半次郎じゃなかったっけ、あ、そうか、あの火消す人ですよ、そうです、スイー、はい、いよいよスタートですボボタウン J-Way TR2 はい、改めまして、はい、
船越英二でございます。ボボタウです、よろしくお願いします。あれは大丈夫なの、九州地区は。あのボボタウさんは大丈夫なの。大丈夫なんですかね、すか、タウがついてるからね。そうだよね、タウがついてるよね、はい、タウがついてるから大丈夫です。はい、というわけでですね、今日も早速コーナーの紹介を参りたいと思います。はい、それぞれのコーナーどういう風な形でか分かりませんけども、うん、プレゼントも差し上げるということになっておりますので、ピリピリとプレゼントあげるってことを言わないとね。はい、はい、ピリピリと言いながらね。はい、というわけで、まずは先週出来たての新コーナー、うん、3つ、これをお送りしましょうか。もう気がついて、もう2週3週聞かなかったら、もうコーナー全部都会してる場合あるからね。気をつけてもらわないと。慌てちゃうよ、これは。相当知らないコーナーばっかりだから。そうだね。1つ目のコーナー。はい。はい、CG じゃないってば。もういきなりですか、 CG じゃないってば。はい、これはもう、はい、ありますね。本当はこれは僕の呼び込みじゃなくて、はい、あ、僕の呼び込みですね、はい、CG じゃないってばですね。そうですね、はい、言い方、正式な言い方はですね、この世の中にはCG か CG じゃないかわからないことが多すぎるっていう、現実と、はいはい、いわゆる架空ですね、これ、はい、境目がわかんない、わかんない、ここでビシッと、はい、CG だと、うん、CG じゃないんだと、そうです、いうことを決めようということなんですね。人は目に見えるものを信じすぎます。そうです、そうです、はい、そうです。安西さんのロードオブザリングの、CG 合成が良くないっていう、はい、大冗談から構えたあの批判CG 批判、あの像は良くないって。しかもコマーシャルを見ただけでロードオブザリングを全て語ってしまおう、三部作を全て語ってしまおうという安西評論家の、映画評論家の、一言を受けて 作られたコーナーなんですね、これ。あれは、はい、いかがなものかと。はい。僕、いろんなとこで、この間も飲みに行った時に、はい、安西さんがローズ・オブ・ザ・リングを、うん、非難してたっていう話をいろいろ言ったら、よく言うよと。批判がゴーゴーでございます。そうですか、はい。やっぱりあれは、素晴らしいことになってるんですかね、いや、知らないですよ。僕は、もう見てないんですけど、あの映画は見てないんですけど、安西さんが言うっていうところに、もう激震が、東京に走っております。それは、はい、トモロさんを筆頭ですかね。いや、トモロさんには言ってないですけど。言ってません。はい、皆さんが。未だに、はい、アイデン&ティティ見てないですからね。本当にアイデン&ティティ見てない。この、ラジオ終わった、飲み会では必ず、ラストがさ、っていつも語ったりするのはどうでしょうかね、あれは。あなたもさすが、さすが映画評論家。新しい。アイデン&ティティはでもね、いい映画だと本当に思ってますからね。本当か。ありがとうございます。もうサントラ聞いただけでもグッときました。そうですよね。はい。はい、というわけでですね、はい、女優の中島ともこの歯茎は CG ですか？え？何を言ってるんですか。まだそのコーナーじゃないですよね。はい、まだね。わかりました。酔いてますから。わかりました。だって CG っていう時にものすごく力を、容量をずっと貯めていかないと爆発できませんから、僕。お願いしますよ。これ、ビデオ欲しいね。え？もう、ビルクの、CG じゃないってばっていうビデオがあったら、すごいんで。ホームページ立ち上げることできるんじゃないですか、そんなこと。それを CG で作ってもらおうか。いや、いいよ、その。何金かかるじゃない。二つ目の新コーナーは、はい、ラストサムライ見つけた！うん。はい、まあ、昭和っていうことですよね。とってもずれた人たちっていうのがおられるでしょう。ね、はい、もう死ねばいいのになと思ってるような人たち。いや、死ななくてもいい。死ななくていいんだね。みんなで一緒に生きていかなきゃいけないんですけど。はい、ね、そんなこんな、平成の時代にずれた人たちを、まあ、ラスト侍と、綺麗事のように言おうというコーナーでございますね。そういう人たちを、どこどこで発見したとか、うちの家にもラスト侍が住んでたとか、そういうことの報告ですね。はい、絶滅したですね。はい、本当に最近絶滅したばっかりの、うん、そういう侍をガンガン紹介していただきたいということでございます。はい、そして三つ目の新コーナーは、俺じゃ安西めのポジティブシンキング。これはね、今までなかったコーナーです。これはついに安西さんの名前が、ソフィー・マルソーのみたいな感じで、安西はじめのってちゃんとつきました。上に。冠がつきました。安西さんは、やっぱりポジティブの神様であると。ポジ神であるということでございます。ポジ神？はい。ポジガミ、ポジガミ一番うまい。うまい。ポジガミ一番うまい。いいね。ガッツ石松の娘と結婚するかもしれない。ポジガミ一番うまい。ネガティブに生きて、悲しい人生を送ってる人がこの世の中に多い中、はい、安西さんの遅刻しても、今日はなんか時間が短くて楽だったなとか、いきなり話がすり替わって楽しくなってしまってる。しかも自分だけっていう、そういうポジティブシンキングに学ぼうというコーナーですね。で、皆さんが今こんなネガティブなことで悩んでるんだけど、ポジ神様どうしたらいいでしょうかということで、安西さんに、ちゃんと悩み相談聞いたところ、安西さんがビシッと、こうやって生きていけという
いい一言をいただける。全然ビシッといかないと思いますよ、はい、4時のエンディング近くのギリギリのコーナーでございますね。はい、もう今一番目玉コーナー、ポジティブシンキング、まあるかどうかは分かりません、はい、やってますよ、ね、お昼休みはポジティブシンキングですから、ね、はい、あちこちどちこちいいと思います。はい、そして4つ目のコーナーは、はい、想像シネマ見るならこれでしょ。あ、やっとコーナーらしい。これはコーナーらしいんですけど、はい、まあ、今回はですね、ゼブラーマン、はい、もう出すぎなほど相川翔さん出ましたね。テレビどこつけても出てました。出てます。あ、もうすごいっす。昔はどの V シネマ見ても出てた人が、うん、どのテレビつけても出てるということになって、素晴らしいです。何回舞台挨拶してんだろうというぐらいの、あの風でしたけど、僕まだこの映画も見てないんで。あ、見てないですか？見てないですよね。僕見てない。見てないですよね。はい。メイキングは見ました。あ、僕メイキング好きだから。安田さんはメイキングとコマーシャル好きだからね。はい、それで大体わかる。大体わかる。今日皆さんに、ゼブラーマンの、はい、こういうストーリーに違いないと。そうです。もうこういうストーリー決まっているっていうストーリーを。見た人はダメですよ。見てない方が、話題の映画を、はい、こうだと、うん、想像して分析していただくと、うん、ほんでそれを見て、はい、安西さんが小学校以来、安寿と寿司を以来、映画館に足を運んでない安西さんが、安寿と寿司を以来 見ようかと、本当に見に行こうかなと思うぐらいなストーリーを事前に言っときますけども、はいはい、もう大鶴ギタンとマルシアはいいなっていう気持ちはあるんですけどね。それとペパーダインはもう受け付けません。もう、はい、もうその辺のネタはさすがに3週続いてますんで。そうですね、はい、私もつい流れがちなんで、はい、はい、先に言っときます。わかりました。そして5つ目は下ネタなんでだろう。はい、これはもう長いことやってる。もう、はい、もうそろそろしたフルアルバムが多分完成するぐらいな。何、はい、何曲ぐらいこれ。ずいぶんつなげたら、これギターのコードも変わってないから結構長い歌になりますね。一回ここの部分だけつなげて一回特集しましょうよ。ロードみたいなさ、いい、ね、長いのいいね。いいですね。何章みたいなのね。あ、いいですね。下ネタなんでだろう。なんとか変、なんとか変みたいなやついいですね。あ、じゃあ今日もまあ皆さんの、はい、下ネタの英知を、はい、よりすぐって、ご披露したいと思います。これはカメラマンの三浦健二が大好きですよ。あ、そうですか。これを嫌いな人って僕悪い人だと思うんですよ。なんかね、僕ね、最近ちょっと思ったんですけど、こういう下ネタとか、僕のこと、特に、僕のことを嫌いな人って、悪い人だと思うんですよ。思うようになってきたんですか？僕、ついに真理を見つけたんですよ。え？僕のような人を嫌う人って絶対悪い人に違いないっていう真理を見ました。どっかのレコード会社の奥さんみたいな人ね。誰それ？いや、いいですけど、まあ、そういう人ですね。僕のことを嫌う、僕こんなに気遣ってきてるのに、そんな人を悪く言う人って絶対悪い人だって僕ちょっと思ったんですけどね。はい。まそれも後で僕のポジティブシンキングのコーナーで。はい、わかりました。ずったずたにしてください。よろしくお願いします。はい。というわけで、そして、あ、まだあります。6つ目は、まだあるんですか？ザ・正論！あ、もう、かなり片手間になってきましたけども、うん、ザ・正論。世の中に、本当に正しいこと、うん、もうザがつくぐらい、正しいことの、論でございます。正論でございますんで、意見じゃなくて、もう本当にマグナカルタとかに、うん、もう書いてあるようなことを送ってください。それでしかも短い。そうですね。ビシッとビシッと言ってくれると、ね、一言パッと言われた時に、はい、おお、正論だねっていう感じですね。はい、ちなみに先週はラジオネームの、有名会社ラッパイの、はい、うんこを踏んだらすり足になる。そうですね。これはサンダルでもいけますし、はい、やっぱりスリッパだってそうでしょう、はい。みんなもうすり足になるしかないですよね、はい。素足で踏んだ場合どうなんでしょう。これがちょっとわからないんですよ。そのブッシュマン多分ですね、うん、素足で踏んだ場合は、はいはい、もうつかないようにするでしょうね。下に素足で踏んだ場合はつかないようにしますか、ね、片足上げたまんま、その踏んだ足を上げたまんま、うん、こうやってそのままこうなんかどっか洗えるところとか、うん、なんかどっかまで持ってきますね。こう大地につけて薄くするのもいいけど、広がりますからね。うんこは ね広がる場合があります。今日ね僕ね、はい、初めてお手洗いに初めて行ったんですか。初めて行けたんですか。なんでですか。俺は何なんですか。いや俺はペットじゃないんだから。初めておトイレでおしっこして喜ばれるのも誰なんですか。それはちっちゃい頃は初めて行けたこと意味あるんだけど、やっと行けるようになった。もう今は普通に行けるようになったけど、急にまた介護っていうのがありますので、介護から最近また行けたのかなと思ったんです。違います、はい、今日初めてトイレの洋式の中に自分のお財布をチャポンと落としました。はい。びっくりしましたね。あれは、話には聞いてたんですけど、はい、ほら、携帯落とす人とかいるじゃないですか。水薦ですか。水薦の、はいはい。水薦の中にチャポンと落としました。はい。はい、
やっぱり瞬間的に拾ってしまうもんですね。いや、それは拾うでしょ。パッと。はい。で、びしょびしょなやつを、こう、蛇口のとこで、こう、あっと水で洗ったんですよ。それは自宅じゃないんですか？家です、家です。家でしょ？家です。家は、だって、決まってるもん、犯人が。まあ、自分ですけど。そうでしょ？そうでしょ？決まってるでしょ？うん、自分なんですけども、それはいいんですけど、はい、水で一生懸命洗ったんですよ、外側で。はい、こう外側だけを、と思って開けたら、はい、中に染みてるわけですよ、お札とかに。でも水でしょ？水ですよね。ちょっと待ってください。そこで俺は考えたんですけど。クソですか？自分のおしっこの方が先に多分吸い込んでるわけですよね。財布にとって。あ、え、ちょっと待ってください。やった後に落とってたんですか？そうっす。あ、はい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 。やった後です。やった後ですか？やる前だったら、まだ何も問題ないじゃないですか。はい、何もではないですけどね。うん、でも、先に染み込んでるのは俺のおしっこ。うん、で、うん、その後に水。つまり、ここのお札が濡れてんのはおしっこか水か、どっちだと思います？おしっこはあったかいと思うんですよ。あったかいと下に沈むと思います、はい、俺。ぬくいもの。あ、違うわ。ぬくいのは上に上がります。じゃあ上にいるのはおしっこですよ。だから下は水ですよ。多分。ってことはジャポンと入った瞬間は、はい、下は水ですよ。大丈夫ですよ。いや、浮いてたんですよ。あ、浮くんですか、安西さん。財布は浮いてましたよ。いくら入ってるんですか。いや、2300円くらい。それは浮くけど。それは浮くかもしれない。あと領収書がいっぱい入ってた、はい。うちのはもう10万、20万入ってますから。もう沈んじゃいます。沈みますね。はい。縦に沈みますね。はい、昨日あの飲み屋行って、あの、キャバクラで、あの、レッドマンが、あの、ゴールドカードだから、俺が奢ってやるっつって、リリー・フランキーとかみんないたんですよ。昨日飲んでたんですけど。あの、16万8千円っていうのが出ました。出ました。出た。うん。ほんで、俺ゴールドカードだからさっつって、あのバーンと店の人にゴールドカード渡って、あーどうもごちそうさんありがとう、よーさすがゴールドカードっつったら、店の人が期限切れてますよって戻ってきて、え、どうしたのそれ。じゃあ一人2万出してみんなで割り勘にしました。はい、2万で済んだんですか。あ、2万で、あのたくさんいましたからね、もっと編集者の人もいました。はい、たくさんいます。ああいう時にカード出した人は一括してみんな払いますよね。払いますよね。あのシステムっていうのは不思議なシステムですよね。はい、あの僕の知ってる人は、でも女の子もいてみんなで飲んだ時に、はい、カードで全部払ったんだけど、あの一人2000円だからって言われた時ありましたね。はい、びっくりしました。もう言わないでいいですよ、その名前は。はい、はい、はい、どうぞ。というわけで、焦点がずれてきたのもみたいなね。7つ目のコーナーはリスナーからのもう懺悔のどうにか転がってるつもりなんですが、すいません。三浦純の天使のいたずら、死んだらどうなん。まあ、あの皆さんも興味があることでしょう。やっぱり、女性器と天国と地獄っていうのは一番あの興味があることだと思います。男的まあ、分かってれば落ちた時に、どこに行くんだっていうことで、まあ、心の算段も、ね、準備もできますんで、はい、僕が1回、2回、3回ぐらい、死んだことありますんで、そこで見てきた地獄のことを、あなたはどこに落ちるかということを、教えてあげるコーナーです。はい。本当に、本当にね、それで随分救われてますから。ここで懺悔すると、一応、チャラになるっていう噂を聞いたんですけど。あ、そうです、そうです。全然、はい、もう、楽になりますんで。はい。というわけでですね、はい、地獄の地図も持ってるという三浦ジョアニーが、さばいてくれますね、はい。これも多分4時近いコーナーでございます ね。よく飛ばされるコーナーですね。はい。クルリの曲がかかるか、これが飛ばされるか、どっちかですね。どっちか勝負です。はい。7つもコーナーありますよ。はい、もう、このうちどれやれるか、まあ、今日も2、3個ちょっと出してみようかなと思ってるんですけど、コーナー。もうね、40分も、解説してるだけで40分来てるわけですよ。そうですよね。で、まあ、つまり本編もなく、40分もずっと予告編だけで、この番組来てるわけですよ。珍しいですよね。コマーシャル行きましょうか。いや、ちょっと待ってください。すべての、今日はプレゼントもあるし。わかりました。宛先を、今日はですね、ゼブラマンの、配給会社、東映の、東映です。塚田由紀さんにお願いしておりますので、よろしくお願いします。お願いします。メールアドレスは、tr2@j-wave.co.jp。tr2@j-wave.co.jp です。ファックス番号は 0570-000-813 番。お間違いのないようにお願いいたします。はい、そういうことです。
なんかだんだんあの声がですね、なんか割れてきてるような気がしますね。割れてるというか、はい、どこで撮ったんでしょうかね。あの、赤いリンゴに唇みたいなのが、そうですね。ぴったり似合うような感じになってきますね。悲しい気分になってきますね。ね、戦後はまだまだ終わってないっていう感じですよね。多分ね、どっかね、こう、トイレとか、そういう、そういうことで撮ったんじゃないですかね。なんかそういう密閉感を出したらいいと思います。はい、というわけで、白黒つけるぜということでございまして。何を言ってるんですか、いきなり。はい、一応ほら、ゼブラーマンだから、ね、言ってあげないと。なるほど、なるほど。で、そんじゃあ、あれですね。一曲。一曲書きますよ。あ、書きますか。何ですか、勝手に観光協会も、はい、実は、そろそろ始まります。うん、はい、また、もうちょっと。本格指導でございます、ね。本格指導ということで。はい、CD 第2弾を出すために、人が喋ってる時につまらないのが挟まないでほら、お願いします。考えてることがバラバラになってしまいますよろしくお願いしますよ。まあ、また新曲も、持ってくるということでございますけど、で、まあ、まだ CD は1枚しかありませんので、仕方なく聴いていただくしかないんですが、鹿児島県でございますね。鹿児島県というと、ヘルシーライフで有名でございます。ヘルシーな、生き方をしようっていうことが鹿児島県の何か県風になってるんでしょうか。いろんな至る所でヘルシーライフを目指そうっていう看板を見つけました。はい、あとは西郷丼でございましたね。はい、はい、鹿児島県はそれぐらいですか。それぐらいですか。はい、はい、そこで奄美大島で、はい、勝手に観光協会奄美大島のなんとかっていうホテルで、一室で作りました。聞いてください。勝手に観光協会でヘルシー温度。A-WAVE TR2 チューズデイ三浦淳と安西はじめの火災調査官紅蓮次郎3です。それでは参ります。創造シネマ見るならこれでしょ。はい、うん、ここからどん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 テンプいかないと一応さ、俺なんか何とか言ったらはいとか言ってんだけどさ一応テンポを出してごめんなんだけどね。漫才の人ってどんだけ時代が変わってもね、うん、こうまあヤンキー漫才の時代もあって、うん、いろんな時代あるじゃないですか。今の漫才も新しい漫才ですよ、うん、でももうええわ、どうもありがとうございましたっていうのを、なぜ変えないのかね、あれ。あれ、ずーっとあのパターンは踏襲していくつもりなんですかね、あれ。でもそうしないと終われないんだけど。安心できないんだよね。ほんで、すごく、新助龍介とか、突っ張り漫才でも、お前、なんかお前、飛べ言うたったらなんとかって、割と悪い感じの口調で言ってんのに、最後は、どうもありがとうございましたって、妙に丁寧なんでね、最後ね。まあ、それだけの話なんだ。いや、必ずお辞儀はするよね。お辞儀はするんですよ。お辞儀しないで、プーッと帰る人いないもんね。丁寧なんですよね。ロックだとマイク倒したりするじゃん。ああ、やりますね。なんか壊したりするじゃん。はいはい。そういうのないよね。ないですね。途中で、演奏だけ残して一人だけ帰っちゃうようなやついるじゃないですか、よく。バングラデシュのコンサートのジョージ・ハリスみたいに、一人だけシューッと帰っちゃうでしょ。うん、ああいう漫才も新しいよね、一人だけ帰っちゃって。うん、ね、そうそう。相方の方が、なんでやねん、なんでやねんって言ってるのも、シューッと帰っちゃうのもいいかもしれないけどね。ずーっと先だけ帰っちゃうのいいね。はい。というわけでですね、創造シネマ、見るならこれでしょうは、今回は、ゼブラーマン。ゼブラーマン。しかもですね、今回、それこそ豪華な商品の中に、うん、私たちのものを豪華な商品と言ってるんではありません、うん、ゼブラーマンのゼブラ公認、ゼブラ公認ゼブラーマンボールペン3本、うん、そして、うん、劇場用ポスター、ポスターもう貼ってありますけど、あ、これだ、はい、はい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 、貼ってありますね。これは後で話して、あ、これで白黒つけるぜって書いてあったんだ。そうです。さすがゼブラマン、ゼブラボールペンになってますよ、うんうん、これほんとパイロットとかだったらもうシャレになんないっていうことですよね。うん、俺もな、失敗したな。もうどうしたの。いや、いいんだ、来週のほら、うん、考えるヒットのネタがさ、ゼブラマンだったんだよ、うん、日曜日よりの飛車だっけ、うん、あれが来たんでゼブラマン書こうと思ってさ、うん、ゼブラマン年数を書こうと思ったのよ。書いたんだけどさ、やられてんだよね。やられてるわ、やられてんだよね。やめた、もう、うん、はい、
というわけで、はい、どんな映画なんでございましょうかね、セブラーマン。はい。ね、見てないですよね。見てないですよ。見たいんですよ。早速。面白そうじゃないですか、相川翔さん。100本目ですよ。主演100本目っていうやつでしょ。来てますよ。はい。早速来ておりますんで。はい、あの、タスク肉バーさんから来ております。ね、創造シネマ。ゼブラボールペンを作った。ね、なんでこんな陽気なんですか、これ。感動ストーリー。はい。はい、相川翔は、50本もの試作品をアナロに挿入するが、どうしても満足が得られない。うん、このあの妙に軽快な音楽がもう台無しになってるじゃないですか、うん、その3文字で今。うん、はい。一方、その頃、鈴木京香は、横断歩道の白いところだけ踏んで歩いていた。うん。うん、意味がわかる。いやいや、僕ね、これダメだ。このパターンダメ。うん、あの、後ろに歌がかかってるから聞こえない。これダメだ。分かった。何もない方がいいと思う。じゃあ分かった。落合さんに言う、うん、今言っとこう。落合さんにこれ。落合さん。歌が聞こえちゃうんだ。もう安西さんの言葉が入ってこないんだ、俺ね。なるほどね。うん。どっちかというとやっぱり こっちの人の声の方が強いからね。うん。これ変えてください。シャララン。はい、どれ、はい、どうぞ。なんだ今のストーリーは全然よく分かんなかった。次お願いします。次はね、タスク肉バーさんの新しい展開で、うん、ちょっと詩的な。感じにちょっとなってます、はいはいはい。なるほど。はい。それでは、そんなことはないと。うん、これがいい、これがいい。ロッパラ蜜月さん。うん。の、創造シネマ。ゼブラーマン。うん、東京生まれヒップホップ育ちのラッパー。うん、ゼブラが、うん、文具メーカーのゼブラの CM 出演権を獲得するため、うん、元祖、ゼブラボールペン CM の小林亜生演じる、ゼブターマンに挑戦。見どころは終盤のラップ合戦、うん、ゼブターマンの必殺ラップ基礎は圧巻、うん、はい。まあもともとラップに興味ないからな。そんなことはないと、はい、セックス堂さんが来ております、はい。創造シネマ、うん、ゼブラーマンは、うん、相川翔とメスシマウマの循環プレイによりこの世に誕生した。面白くなってきた。誕生した下半身がシマウマ並みの男の子。はあ、はいはいはい。下半身がシマウマ並み、うん。ゼブラーマンは、たった一人の女性を求めて旅に出る。うん、その道中の陽気なこと。桂米朝の落語じゃないんだけど。その道中の陽気なことですよ、その言い方は。はい、僕ちょっと詳しいんで、米朝さんは。彼の虚婚伝説は、うん、ありえないの連続、うん、巨根の餌食となるお相手は、うん、森光子から、うん、星川七瀬まで、うん、きら星のごとく輝く各世代を代表する女優陣、うん、果たして彼は運命の女性に出会えるのか、うん、簡単に言うと俺の空ゼブラーマン編。ああ、なるね。ああ、やっぱり相川翔さんが出てるってことで、うん、やっぱデトアライブ見たんですよ昔ね、はい、もうとんでもないわけですよ、はい、だから相当とんでもないかなかったら、うん、あんまり見る気しないかもしれないこれ。そうだよね、うん、やっぱりぶっ飛んでないとね。この相川翔さんの映画のシリーズはやっぱかなりぶっ飛んでるますからね、うんうん、はい、そうですよね、はい、あ、お、経済アナルリスト、うん、アナルトゥーヘブンの来ております、うん、想像しながら、はい、馬面の円楽が、うん、もうそっぱなから面白そうじゃないですか。白黒の人参を食べた時、うん、ゼブラーマンになって世界の平和を守る。いや、相川翔さんが主演だって聞いてるんですけど、ラストアクション落語ムーヒーロームービー。あー、まあそのラストはもう生き死にのラストですよね。それ多分ね、危ないですからね、そんなあんまり激しい動きは。落語ヒーロームービーはないですよあんまり。そうですね。ね、はい。ラジオネームタスクニクバさんまた来ました。ハガケンジ対シマウマ、うん。夢の対決がついに実現。うん、馬並みでおなじみのハガケンジの一物だが、果たして野生のメスシマウマに通用するのか。うん、同時上映加藤隆 vs シマウマ。なるほどね。アニマルセックスみたいなやつですな。はい、ね。あんまり見ないですかねこっち。アニマルセックス見ない。高健二にあんまり興味が持てないっていうか前から。はい。ね、はい。月一番さん。はい。想像しては。
夜な夜な有名女優の自宅に全裸を晒す、全裸マンこと渡辺謙。うん、ラスト。なんでそれフルネームはまずいんじゃないですか、それ。今、裁判中のこれ、ほら、あれですから。想像ですから。あ、想像しないまでもね。ラスト侍、独眼竜政宗自慢の股間の日本刀で、うん、6人の女優を活かせまくる。斎、うん、藤由貴には、尾崎豊とどっちがいいんじゃ。高島玲子には、それダメだわ、そんな。紐の旦那より行かせてやるぜよ。池上君子には、男女七人プレイしよう。ピロートーク炸裂。AV 男優も真っ青の、白人の演技は必見。しかし、映画マスコミ各社の宣伝に乏しく、お蔵入りの危険性も。本人もこの映画を、アカデミーもとい、明るみに出るのを非常に恐れている。放送中、不手際な、セリフがあったことをお詫びさせていただきたいと思います。チンポ。はい。いや、想像ですから。そうですよね。うん、人の想像力っていうのはですね。タレントの人ってね、やっぱあれですね、想像だけど、実名っていうところはきついよね。やっぱりよく有名税じゃねえかなんて言われてね、うん、ちっとも税金払って入ってこないのに、勝手に言われるわけですよ。そうだね、でもまあ、いいじゃねえか、お前、モテモテなんだろうとかさ、うん、言われてんだけど、モテてるやつはいいよ、そりゃ、うん。モテてなくて有名税だって言われてるやつ言っちゃいたいと思うんだよね。そうなんだよな。うん、それはそうですよ ね。税金はそれは払えてないもんね。いや、本当にね、僕に対してね、なんか、なんか言ったら、1円でも入ってるんだったらさ、言ってもいいんだけど、入ってないからね、何もね。わかりました。ちょっとね。もう、よく全部自分のあれですね。いやいやいや。いや、そうなんですか。寂しいんですか、なんか。いや、先ですか。はい。いや、そういうことなんですよ。ですか、はい、全然大丈夫ですよ。ラスト。はい。あ、来ました。今日抜いてきたからなんだよね、俺。そうなんだ。なんかもう一つ調子出ないなと思ったら。聞きたくないから。あ、そう。今日ネアンツークラブで抜いちゃったんだよな。いや、だから聞かなくていいのか。なんかやっぱりね、この番組の前に抜いてくるとダメだね。だからそれ横尾さんも言ってたじゃん。あ、やっぱり、ね。絵を描く前に抜くなと。ほんとそうだと思う。はい、どうもすいません。ラジオネーム有限会社合体。アフリカを旅する安岡力也は、一頭のメスシマウマをやってしまう。その結果、生まれたのが相川演じるゼブラマン、うん、上半身は力也にで下半身はシマウマに、うん、チンコは光り輝く真珠入り、うん、そんなゼブラマンは父に会おうと旅に出る、やっとの思いで浅草ロックフェスティバルにたどり着いたゼブラマン、うん、楽屋を訪ね父と対面、がしかし酔った力也はゼブラアナルにインサート、酔った雄也もインサート、今夜は愉快なコンサート、ガッツだぜブラの大合唱となる。どうですか？面白そうじゃないですか。面白そう、ね。それはちょっと面白そう。これちょっと見たくなってきた。これはいいですよ。はい。まあ、これを東映が撮ってるかどうかですよね、問題は。そうだね。はい。東映で思い出しますけど、北京原人フーアユーっていうエンタメ、通称北京風って呼んでました、はいはい、北京原人フーアユーのことを各地で僕書かせていただいたり、はい、言ったりしました、初日に見たところ、4人しかいなかったことも大きい声で言いましたで、もう佐藤蛾次郎が科学者をやってるのは変だっていうことも言いました、はい、イニシャルが、同じ TT だとか、うん、そういうなんで意外と謎が明かされた時も意外と本田博太郎かよっていうことでちょっとがっかりした話も書いたり言いました、言いました、で今この安西さんがまあ言いますけど、はい、CG の時代に、はい、あれではどうなのかっていうことも言いました、うんうんうん、ところ東映の方から一切の写真を貸さないと出ましたか、出ました、陽性者も出ました、で出たんですけども、はい、あるもう今から何年か前に、うん、東京大飯店、新宿の東京大飯店で誕生日会をしてもらったところ、個室で円卓で皆さんで誕生日してるところコンコンと、そのドアの音がしました、こっちは誕生日会してる誰だろうと思ったらガッと開けたら顔が真っ黒な日焼けした方でございます、北京原人フーアユーの CG をやっておりますっていう方が隣でカブタックの打ち上げをやっておりました、東京大飯店の前にカブタック打ち上げっていう表札と、はいはい、三浦純誕生日会っていうのが2つ出てるんです
これは何か言わなきゃなんないと思った CG チームが、はい、ありがとうございますと、いろいろ褒めていただきましたねと言われて、はいっていうことで、まあ一応握手はして、仲直りは、仲直りじゃないや。仲直りじゃない。いろいろ、宣伝していただいてありがとうございますって言われたんですが、もう本当に殺されるのかなと思って怖かった事件がありました。だからできたら東京大飯店とか飲み屋とかで誕生日会とかなんかするときは表に表札を出さない方がいいっていうのを学びました ね、 はい、誕生日会はね、はい、ひっそりとやった方がいいですよ ね、 そうですね、よく出すでしょ、飲み屋とか前に看板、前も新宿の飲み屋で対談をするっていうことで飲み屋ちょっとヒット票を借りましたら、ザ・ブロンソンズ様って書いたら表札が表通りに面したところに貼ってあるんですけど、あ、行かれてる人だなっていうのがすぐに分かって、入っていたところ、店の方に、あ、ブロンソンズ様ですねってもう、顔を見ないでもすぐ分かってしまうっていうのはちょっと嫌だったんですけどね。はい、やっぱり、こう、なんか分かるんでしょうね。分かるんでしょうね。お店の人もね。はい。あ、いいじゃないですか。はい、まあ、それも有名ぜ、ね、そうですね。東映が、東映映画ですか、これ。東映映画。ね、東映画。トレーナーって言うと、レッドシャドウ赤毛なんてもそうじゃなかったでしょうか。そうですね。ね、はい、わかりました。あんまり言わないでください。はい、もう言わないですけど。はい、お願いしますよ、はい。レッドシャドウ赤毛。知り合いなんですからね。はい、知り合いの監督ですね。今回ですね、レッドシャドウ赤毛。3人の方に、ゼブラーボールペン。はい、あ、当たりますね。当たります。はい。3つ選びましたんで、はい、この中から1つ。はい。兄の方から、兄の方から、やってください。はい、3人、まずお名前を申し上げましょう。はい、有限会社合杯さん、はい。そして、セックス堂さん。は六原光月さん。はい、ゼブラーマンをヒップホップにした方と。そして、メス馬との縦貫プレイをした方と。はい、そして、これはですね、あ、そうだ。最後は浅草ロックフェスティバルに例えついたという合杯さん、はい。この3人。はい。それで、三浦さんの方から、あれくださいよ。なんだっけ、何をあげますか、ポスター誰か一人にあげましょう、あ、この中で、はい、あ、じゃあポスターと、ボールペンもらうんですね、ボールペン、そうです、その人一人だけ選んでください、六原光月さん、上がりました、はい、あげましたね、はい、名前で決めましたね六原光月が好きなんで、はい、頑張りました、はい、というわけで、はい、以上ですね、想像シネマ見るのはこれでしょうでした、はい、どうもどうもじゃないよさて、じゃあ曲参りましょうか、あ、曲をかけてくれるんですか、曲かけちゃう、あ、どうぞどうぞかけてください、いいですか、何でしょうか、僕スリッツ持ってきました、スリッツ、スリッツっつったら、スカートの横でチューンとこう、中華の人がチューンってやってるやつでしょ、新宿の、体式マッサージがあるんですよ、うん、そこもスリットが入ってるんですよ、うん、お姉さんね、揉まれる方が、うん、ほんですごい個室に入ってものすごくこうスリットの部分をこうグッと押し付けてくるんですけど、あれは触ってもいいんですか、体式は、いや知らないです、体式は触ってもいいんですか、わかんないですけどね、それ一時期なんか南京さんがよく言ってたところかな、角のとこでしょ、伊勢丹のこっちのとこ、すごくいいんだって言ってた、すごくいいんですよ、そこすごくいいんですよ、まあどうでもいいんですけど、ごめんなさい、わかりました、はい、それは触ってはいけないと思いますけど、触れないんですけども、ザ・スリッツでですね、シャープリフティングというわけで、それこそですねどうぞ、このスリッツとか、はい、ニューウェーブのこの頃は、うん、三浦兄も。ニューウェーブなんですか、これ。もみあげがこう、カーッと。テクノカットだと、ね。テクノカット、耳のとこ45度、はい、入れとりまして、はい、で香港でやったやつですね。はい、香港。香港でもやりました。香港で、恵比寿さんと、何人かで行きました。初めて香港。香港行った時に、香港 now cut please って言ったら、後ろがまっすぐに切ってあるんだけど、それがちょっと斜めってんでね、すっごいかっこ悪い頭で帰ってきたこともありました。若めちゃんみたいなね。はい、やりました。いいですね、はい。どんな時代の曲でございました、はい、懐かしかったんですが、まあ、とりあえず、来週、はい、来週の想像シネマのお題をいただきたいんでございますが。ですね、はい、皆さんが多分想像しやすいだろうっていうことで、はい、グッバイレーニン。グッドバイレーニン。グッドバイレーニン。グッドバイテン、レーニン、ビックリマーク。ビックリマーク。はい。どういう内容かさっぱり僕はわかりませんので、ね、皆さんの想像をお任せしますわ。はい。わかりました。これも皆さんに教えていただきゃいけないですよね、はい。お願いします、はい。というわけで、それでは早速このコーナー参りましょう。三浦健二さんもお待ちです。はい。はい、下ネタなんでだろう、ちょっと待ってくださいよ。これね、本当にね、集中してるね。よくないです。コーナーの続きっていうのがよくないです。頭からやってもらいました。読めませんから、これ。わかりました。はい。じゃあ、はい、今度からはちょっと構成変えてもらいます、ねはい。お願いします。はい、じゃあ、やらせていただきますわ。お願いします。先ほどもあれですよ。
いろんな人の有名人の方のね、実名を出したりしたりするのはね、やっぱり僕は良くないと思ってるんで、まあそういうところも分かっていただいて、聞いてください。はい。それでなんでだろう。松方ジュニアのアナルはガバガバなんでだろう。時間にルーズなやつあそこもルーズなのなんでだろう。チンチン電車についてるゴミをチンカツって言わないのはなんでだろう。なんでだろう。朝マックした後朝ファックしたくなるのはなんでだろう。なんでだろう。69番つけてるスポーツ選手がいないのなんでだろう。なんでだろう。道路じゃないのに裏筋言うのはなんでだろう。なんでだろう。ティーバッグを選択しても紅茶にならないのなんでだろう。なんでだろう。アワビの踊り食いにモザイクかからないのはなんでだろう。なんでだろう。壊れちゃうって言われても本当に壊れないのはなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。ラジオの前の皆さんもご一緒に。どうやってね。サッカーの試合でおまんコーナーキックっていうのを期待しちゃうのはなんでだろう。なんでだろう。君が一番だよって言ってもエッチの時だけなんでだろう。なんでだろう。愛がなくてもラブジュース出すのはなんでだろう。なんでだろう。フレッシュジュース売り場にラブジュースがないのはなんでだろう。なんでだろう。どんなに美味しくても座面には行列ができないのなんでだろう。なんでだろう。パイパンに敷いても毛穴が気になるなんでだろう。なんでだろう。声は着せてもパンパンという音消さないのなんでだろう。なんでだろう。お馬さんじゃないのに騎乗位されるのなんでだろう。潜水艦じゃないのに潜望鏡があるのはなんでだろう。洗濯物を干せないのに竿というのはなんでだろう。なんでだろう。オマーン国際スタジアムと聞くとハラハラするのはなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。どうもありがとうございました。下ネタなんでだろう。採用者以上の方です。ゲッツ石松さん、キタロウ&ソウジロウさん、ロックスケベイさん、視線駅さん、バギナーズラックさん、タスク肉バーさん、セックスドーさん、坂木場 JJ さん、以上8名の方です。どうもありがとうございます。はい、水道橋博士がとてもこのコーナーを楽しみにしてるっていう情報を聞きましたんで、これは、はい、どんなに親の死に目に今日会えなくても歌わせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。また送ってください。どうもありがとうございました。いや本当に素晴らしいですね。というわけで、はい、またまた続きます。コマーシャルです。 81.3J-Wave TR2 というわけでですね、今まで、はい、それこそ散々プレゼントプレゼントとか言いながら、はい、誰にもあげてませんけども、はあ、今読んだ人たちにはみんな何かあげましょうか、ね、あげましょうよ、ピンバッジとか、ね、まだ40も読んでないもんね。読んでないです、ね、読んでないです。じゃあ全部あげましょう。はい、はい、というわけで安心してくださいね、はい、とりあえず読まれたら何かあげとけば、うん、ね、うん、そうだよ ねとりあえずって何ね。あげとこあげとこ。いざとなったらですね、 J-Wave 特製グッズとかあります、ね、ありますね。はいはい、なんかじゃあそれを何、ね、かもらえますよ ね読まれたら何でももらえます、何でももらえますよ。何なんだそれ。というわけであげないのは安西さんと俺の体だけだよね。はい、どうぞ。わけわかんない。というわけでですね、はい、続いてはこのコーナーでございます。はい。はい、CD じゃないってば。働くね。
よく J-WAVE 来るときに、六本木ヒルズお願いしますなんて言ったら、これから仕事かいなんてタクシーの運転手さん言われて、ここ喉のここまで、これからラジオなんで聞いてくださいって言おうとするんだけど、何か聞かれたくないと思って、いや遊びですとか適当なことを言うんですよね。何か聞かれたくないっていうか、はい、そうだよな、はい、確かにちょっとだけそれはあるんですよ。本当はよくね、聞いてもらった方が本当は嬉しいのに、嬉しい、心の裏腹で聞いてほしくないっていうのがちょっとあるんですよ ね、 はい。俺、僕のいとこがね、タクシーのね、今ドライバーやってるんですよ、はいはい、でもなんか聞いてるらしいんで、すごく嫌だなっていつも思ってるんですよね。親族とかあんまり聞いてほしくないんですよね。なんでですかね。うちのおかんの前でギャグやったこともないし、うちのおかんの前でジンボとか言った歌歌ったこともないから、それはちょっと聞かれたくないのかもしれないね。はい。というわけで、はい、気分取り直しまして、CG じゃないってば、うん、早速来ておりますんで、うん、ラジオネームメトロン星人さんから来ております、うん、平井堅の顔は CG ですか？ CG じゃないってばダメじゃん、だから個人名ダメって言ってんじゃん。そうですかね、うん、はい、CG じゃないから。でもそう思っちゃったんだよ、もう CG じゃないじゃん、はい、実写、あ、だってほら実写で坂本九さんと歌ってたりするんじゃないですか。あれは坂本九さんはビデオですよ、ビデオですよ、 CG じゃないですよあれ、はい。ラジオネーム桜井、はい、オーストラリアさんを聞いておりますが、はい、うん、どんなことですか。ヤクミツルの金髪はてっぺんだけ CG じゃないってば。うまーくねテレビで見切れてんだよね、うん、いつも気にしてんだけど、そうそう、上がねなんか阿蘇山みたいになってるんだよね、ちょっとね、うん、この人はやっぱりそうだよね、うん、でもいや CG じゃないよ、 CG じゃない、 CG じゃない、現実におられる人です、そうですね、はい。ラジオネーム大河内カエルさんから来ております、はい。大林素子さんの背が高いのは、あ、それは CG じゃないってば。あ、それは違いますね。僕タクシーに乗ってたら、はいはい、道歩いてました、あの人。ほんでタクシーの運転手さんが、うん、でかいやつだ、でかいやつだっていきなり言うから、なんだろうと思って見たら、二人とも名前が出る。あ、本当ですね。でかいやつですね。でかいやつですね。ってずっと信号変わるまでずっと。僕でかいやつだって。僕ね、宝島で初めて連載っていうか持たせてもらって、うん、でその時のはみ出しのところに。うん、高校バレエを見てて、はい、あまりに彼女が可愛いんで、ああ可愛いことです、ね、大林素子ファンクラブを結成しましたって書いたんですよ、安西さんが、うんうん、何の反響もなくそのまま辞めちゃいましたけどね。ああいうね、はい、一行ちょっと書いてあったり、うん、近況でちょっと書いてあることって、うん、意外と信じやすいでしょ、人は。僕ね、昔ブルース・スプリングスティーンのコンサートに、ブルース・スプリングスティーンが途中で人をあげるでしょ、あれ、あげます、ね、あげるでしょ、うん、踊ろうっつって、うんうんうん、必ず観客から一人選ぶじゃないですか、うんうん、それに選ばれて、うん、うまく踊れなくて困りましたって書いといたら、うん、本当に信じるんだよねなんで俺みたいなやつあげるわけないじゃん、そんな。でもいっぱいあげてたしね、いっぱいあげてたけど、女の子ですよあれ専門そうだよね、うん、はい、いや、まああんまりやばい話だ。ラジオネームカニボーラさんが来ておりますね、うん、2つ来ております。ほ、この人の名前が分かんないんですけども、林家こぶ平が全く受けていませんでした。笑い声を消されたのでしょうか。え、なになに、林家こぶ平が全く受けていませんでした、うんうんうん、笑い声を消されたのでしょうか。 SE じゃないってば。そういうことですね、そういうことですね、落合監督の息子の福士君、福井さん、ああはいはい、生意気なやつでしょ、うん、が、うん、またでかくなっていました、うん、CG ですかCG じゃないってばあれよ、うん、僕落合記念館っていうのに行きましたよ、和歌山のところにあるんですよ、高いんですよ、値段、入場料が高いんですよ、サインボールとか置いてありましたよ、なんか食ったらねえなと思って買ってきましたけどねはい、カセットとか買っちゃった落合さんが歌ってるやつ、あ、それでもありがたいじゃないですか、まあね、まあ ね、はい、ガキのなんか小遣い稼ぎになると思ったらちょっとムカッとしちゃった、なんかそういう意味ではね、はい、まあでも確かにこれやっぱりいろいろかかってるんですから、はい、ラジオネーム桜井オーストラリアさんの CG じゃないとは、うん、2時を過ぎてるのに、うん、凪良健一がやけにシャキッとしている時はえ、どういうことなんですか。何を言わすんですか。2時を過ぎてるんだけど、乃木らさんがなんかすごい元気だと。あ、これは CG じゃないのかなと。CG じゃないですよ。それは CG じゃない。うん、ある部分だけです。はい、どうぞ。ある部分ってどこなんだろうな。
ホットネーポンさんから来てますね。CG じゃないってば。根本晴美の歯茎が汚く見えるのですが、CG なのでしょうか？CG です。それは CG です。そんなこと言っちゃいけないですよ。はい、CG だもんね。そんなこと言っちゃいけない。うん、あれは CG です。ラジオネーム、六原光月さんからも来ておりますんで。はい、いいでしょうかね、CG じゃないってば。坂口厚生労働大臣は、うん、CG じゃないんですか？あれは CG です。ですね、ごめんなさい、あれは CG です。俺もね、あれはね、はい、時々思います、はい。ロボット政治家です、あれは。うん。うん、あれはロボットオーションみたいなもんですから。そうですよね。はい。あれはロボットです。はい、時々二人いる時ありますからね。あ、あります、あります。はい。アイボンみたいなもんですよ。よく動くでしょあれ。あの、いろいろ肉食ったりいろいろするでしょあれ。よくできるんですよ。時々駒送りが悪くなったりしますね。あの、バッテリーは、あの、頭のとこからパカンと外せるようになってますんで、あれ。あれバッテリーチャージできますんで。オンオフのスイッチが時々両側についてる時ありますんでね。はい、はい、まあ。というわけで以上でございますよ。はい、わかりました。すごいね。これなんか危険な講座になってきたね。危険な講座ですね。いや、だから、CG じゃないってことですよ、ね。そうだ、CG じゃないってことですよね。批判はしてないですから。はい。あー、びっくりした。というわけで続いてこのコーナー参っちゃいますよ。はい、どうぞ。はい、参っちゃいますよって参ってるみたいだね、はい、ザ・セイロン。さあ、ちょっと落ち着いてやらせていただきましょうかね。まあ本当のセイロンをね、僕はね、本当知りたいんですよ。うん、本当に知りたいんですよ。本が出るってどんどん近づけば近づくほど、うん、この正論とは何なのかと、うん、知りたいんですよ。僕本当にね、愛って何だろうって考える時あるんですよ。え、僕何の愛？この間ね、電車乗ってたらね、人身事故になっちゃってね、なるでしょたまに、うんうん、困ったなと思って1時間ぐらい動かないんですよ。なんか暇じゃないですか、そういう時って。愛について考えたら時間が経たないかなと思って、ずーっと電車の中で愛について考えてたんですけど、愛って何なんですか？愛のメモリーとか歌うじゃないですか。はい、何なんですか？で、愛のメモリーの歌詞を読むと、一番この世で大切なものはね、愛し合うことだと、君は教えてくれたって言うんですよ。愛し合うまでは分かりますよ。その前の、愛し合う前のことが分かんないわけですよ。うん、そうです。愛というのは。愛はね。もういきなりね、中級編ぐらいになってるんですよ、愛は今。でもその愛のメモリーはさ、よく聞いたらさ、うん、恋のメモリーじゃねえの？いや、なんかね、違うんですよ。何か思い出があったんですよ。恋じゃないですよ、あれは。恋じゃないの？愛の。もう、だってしてるもん。恋はしないでしょ。ああ。ここは違うんですか？僕ね、思ってるのは、ね、恋と愛の。恋はしないんですよ、多分。恋はしないんですか？僕のルールですよ。マイルール。恋するって。マイルーラーから言うと、恋はしてなくて、したら愛になるんだと僕は思ってるんですけど、違いますか？それで分けてるんじゃないですか、実は。本当はね。だって、あんなところ舐めたりしてんのに、恋もねえだろって僕思ってんすよ。で、歯のとこに毛とか挟まってんのに、お前それで恋かよって俺は思うわけですよ。でもそれは愛じゃなくて恋だから見えないんじゃないですかね。え？恋は盲目って言いますよ。恋をしてる人ほど余計周りが見えなくなってんじゃないですかね。ああ。ね、昔からよくそういう言葉だとかあるじゃないですか、いろんな。でも、恋愛って言うけど、恋が上に来て愛でしょ？だからどっか違うわけですよ。うん。どっか違うはずなんですよ。うん、クソもミソも一緒みたいな、クソミソじゃないでしょ、あれ。恋愛ですから。はいはいはい、愛は、だから、本当はボランティアのことでしょ。実は。愛は地球を救うはボランティアのことを言ってるじゃないですか。それはよくわかった。だからみんなで募金することでしょ。そこはわかりました。だから、あの人のこと愛してんだよねって言った瞬間、募金してるってことでしょ。そうです。ボランティアっていうことです。そうでしょ。捧げるってことですよ。そうでしょ。だから、私たちは愛しちゃってるんですよっていう人は、恵まれない子供たちに寄付している人のことを言うんでしょ。お互いがね。お互いが。お互いが寄付し合ってるってことですね。寄付もしてないのに、愛し合ってるとは、これいかにですよ。うん。だからおかしいと思うんですよ、それは。で、愛憎って言うじゃないですか。愛が憎いって書くんですよ。そうっす。愛しすぎて憎さ100倍みたいな。それは間違ってますよ、そんな。好きだったら憎まないですよ。そうでしょ。でもほら、うん、好きだから自分の方向いてくんないからって言って、こう。もうその段階でもう間違ってると思うんですよ。うん、もう、愛してるって聞く段階でもう間違ってますよ。強制してるわけじゃないですか。そう。ね。それがね。よくないでしょ。それすごくよくないですよ。この世の中でなくさなきゃなんないのは、愛してるって聞くことなんですよ。そうです。あれ聞いた時に愛は墜落するわけですよ。つまり、ね、よくわかんないんですけど、うん、はい、愛してるよっていうふうに、よく、西洋のカップルは言うらしいじゃないですか。はいはい、もう、I love you,、はい、I love you。はい、でもそれは確認しなきゃいけないっていうことがもうすでにそこにはないんですよね。だから、
もし誰かに愛してるって聞かれた時、愛してないってはっきり言えばいいんですよ。それほどでもないって言った方がいいですよね。それほどでもないかもしれないですからね。だって聞かなくていいじゃないですか。分かってるんだからね。そうなんだよね。でも聞かなきゃなんないっていうことは、愛は、あれでしょ、ほら、同時進行で、同時に同じ重圧を持って進まないとうまくいかないんですよ。だから、片一方だけはちょっと、50% 好きで、片一方が 10% 好きだと許されないんですよ。だから同じ、うん、同じように同じ気持ちで歩んでいかなきゃなんないなんて無理なんですよ。土台。愛ってやっぱり自分に向いてるんですよね。結構ね。そうなんですよね。だから自分のことなんですよね。だからそれをちょっと人身事故の時考えたっていうことは、愛ってなんだろうって考えたってことなんですよね。僕ね、この間ね、はい、電車乗った時にね、おばあちゃんをね、誰もね、席譲らなかったんですよ。その図がすごくおかしくって。譲ればいいじゃないですか、安田さんが。俺は立ってたんですよ。俺とおばあちゃんが立ってて、はいはい、おばあちゃんは荷物いっぱい持ってたんで、電車が止まるたんびによろけるんですよ、すごいかわいそうなんですよ。安田さんが持ってあげればいいじゃないですか。いやでも俺も持ってあげようかなと思ったんだけど、俺はもうすでにその段階でおばあちゃんからしてみたら、俺を避けるように立ってるわけですよ。あの人には触れたくないっていうことですか。そうっていうか、この人には愛を感じないっていうか、この人の愛はいらないって感じなんですよ。っていうか、この人にそんなね、荷物持たせたら持ってかれちゃうんじゃないかって感じ。痴漢かしらと思ってたかもしれないですね。そうで、その危機みたいなね。ほ、はい、いでさ、周り見たらさ、笑っちゃったのがさ、もうさ、夕方っていうか、もう昼間なんですよ。缶チューハイ飲んでる人とかさ。ああ、いるんですか。飲んでいけないってことかないですけどね、はい。すごいね、若い人とかが、メール打ってたりとか座りながら。その話って結論普通の説教じゃないですかそれ。でしょ。違います。説教の話じゃないですか。それ若いやつが変わらないっていう天聖人口とかに載ってるようなことじゃないですか。違います。大丈夫ですか。違います。それで、その時にでもおばあさんが最後バーンって爆発したとか。オチがついてますよねもちろん。いや単なる説教じゃないですか。すみません。はい、それでね、はい、おばあさんの後ろのブラインドになってるところに、おばあさんがブラインドになったんですか。おばあさんの後ろに座ってた人がすごいおじいさんだったんですよ。おばあさんの後ろに座ってた。すごい。だからその人は変わんなくていいような立場のおじいさんだった。バックから入れてたってことですよね。そうですね。はいはい、違えばいい。そうしたら、そのおじいさんが鼻毛抜き出したんですよ。急に。電車みんなが見てる前で。ちょっと待ってくださいよ。話が何か途中からすり替わってるんですけど、大丈夫ですか。それで、鼻毛抜いたら、いきなりくしゃみしたりしたんですよ。まあ鼻毛抜くとくしゃみ出ますよね。で、それで、そしたら、くしゃみが止まんなくなっちゃって、座っててくしゃみができなくなったんで立ったんですよ。くしゃみして。わかります？はい、わかります。鼻毛抜いて、はい、ちょっと腰を立てたんですね。で、これで、もうあんまり止まんないから、そのまま立って電車の反対側に行ったんですよ。その間でおばあちゃん座っちゃったんですよ、その席に。で、俺はやったと思ったんですけど、おじいさんなんですよ、その人も。すごい。すごいおじいさんなんだけど、涙流しながら、くしゃみ終わって席に戻ろうとしたら、おばあちゃんが座ってるわけですよ。はいはいはい、怒ってんですよ、今度おばあちゃんも。ああ、おじいさんが。はい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 。すごいね、不思議な世界でしたね。さっきまであるものを、またあると思うなっていう格言ですよね。ね。そういうことじゃないですか。そんな、じいさんだからって言ってね、譲ってもらおうっていうのはね、良くないです。そこも愛をね、履き違えてるんですよ。違うんですよ。愛は人があるもんであって、自分から要求してはいけないんですよ。そうでしょ？あんなね、本当にケツとか入れてくるババアにね、変わる必要ないですよ。ね。俺は変わる必要ない。俺もそう思う、そう思う。それは愛がないもんね。ね。それは愛を押し付けがましくしてるからね。ね。はい。まあ、いや、ごめん。全然関係ない話じゃんか。セロン、いきますよ。はい、どうぞ。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。聞き取り直してお願いしますよ。ラジオネーム、ピーコたけしさんからの、ザ・セロン。牛丼くらいで、そんなに騒がなくてもいいじゃねえか。いや、吉牛だけじゃないですからね。いろんなところ、うちの近くもね、僕が大好きなすき焼き定食がなくなってしまいましたね。ちょっとね、それに代わるものが、そのカレー丼っていうのがね、何かちょっと、あれなんですよ。あと豚丼。だってカレー嫌いだもん、僕あんまり。そのカレー丼のやつはあんまり好きなもんないんですよ。あのカレーは好きじゃないんですか？好きじゃないんですよ。なんか、牛丼の響きに似てないと嫌なわけですよ。もういきなりカレーではもう違うじゃないですか。なんか中丼とかさ、なんか。牛丼とか、牛丼とか、うん、そうそう。なんか牛って伸ばしてくれないと。ミルクかけるのいいやんな。そう。牛丼。いや、食わないけど、それは。食わないけど。本当？何かこうね、変わるものがあれだってことは良くない。尿丼は？尿をかけてとか。あ、それ、もう奴隷のやることだね、それ。SM 奴隷だ。はい。ゲッツ石丸さんのザゼロン。母親との口喧嘩には勝てない。
勝って殺しちゃう人いるからね。ね、刺しちゃったりね、今はね、勝つ場合あるんだよね。勝ち負けの最後が殺すことじゃないからね。いや、でも勝ち負けっていうのは、その、殺すことでもないし、うんうん、その、いわゆる見た目でもないからね。うん。うん、そうね、うん、勝ち逃げっていうかさ、うん、負けたが勝ちみたいなこともあるし。うん。でも、母親との口喧嘩には勝てないかもしれないけど、うん、母親に、の、が、うんうん、口に含んでくれたらどうだろう。それは勝って、負けるかもね。それはちょっと難しいね。難しいね。ギリギリなとこだね。ちょっと、うん、口ごたえもできないけど、そうだね、歯ごたえをつけられたら嫌だね。なんかほろっとするような、サザエさんみたいな話だったね、今。はい、どうぞ。ちょっと難しいね。牛丼の方は決めてないっていう噂もあるんですよね。牛丼。まあね。騒いだ方がいいよね。騒いだ方がいい。騒いだ方がいい。牛丼は。うん、どうですか、アンデさん。アンデさんはどうなんですか。僕らはいいけど、牛丼作ってる人にしてみたら、すごい偉いことだよ。そうだよね。でも、そんなこと知ったことじゃないしね。まあね。うん、まあ言えば。自分の生活でも大変なんだから。ちょっと待って、それ。それぞれ頑張っていかなきゃなんだけど。正論なのわけ。うん。牛丼屋だけじゃないから、あの、一生懸命生きてる人は。うん、みんな一生懸命だからね。うん、はい。そうだね。はい。ラジオネームタスク肉バーの、はい、ザ・セロン。抜けるイラストなら便所に落書きしてよい。あのね、便所の落書きはね、一度山手線便所の落書きツアーっていうの行ったんですけどね、いろんな山手線にあるあの公衆便所の全部の落書きを写真撮りに行ったんですけど、あの中だけじゃないんですよね、はい、あの外の台の方の扉にもうね、尾形光琳の屏風絵のようなやつがいるんですよ。びっくりしてね、あの、まあ、男の方の台ですから、4つぐらいあるんですよ。うん、その、戸の正面に1枚になってるんですよ。ものすごい巨大なやつ。それは見たことないや。本当にね、綺麗な。それグラフィティだね、もうね。グラフィティ。スターシップトルーパーズで虫がいっぱい出てくるような、うん、ものすごいスペクタクルの絵が描いてあって。でもね、それはね、極力消すんだよね。やっぱ駅員の人がね。だから残らないんですよね。うん。で、大概トイレの落書きは、まず最初に、誰かがタバコの火でジュッてやるんですよ。で、そこを、女性器に見立てて始まっていくもんだと僕思うんですけどね。始まりはね。始まりはタバコの銃なんですよ。銃から始まってるんですよ。で、あそこによく電話番号書いてあるでしょ。書いてある。あれ、かけたことあります？いや、なんかかけたんでしょ。かけた。面白いですよ。かけた方がいい面白い時ありますよ。いや、だって、絶対やらすとか書いてあるでしょ、あれ。あ、書いてあります。ね、高校時代僕の友達の電話番号も自分で書いたこともありますし、はい。そういうこともやるじゃないですか。そういうの電話かかってくるの？やっぱり。どうなんですかね。携帯は今怖いけど、昔は携帯じゃなかったからね。わかんないけどね。いや、絶対なんか意地悪でやってんだなと思ってんだけどね、ああいうのは。いや、それはそうでしょ。ね。はい。かわいそうだよね。まあ。いや、抜けないですよ、別に、僕は。あのイラストって抜けないよね。うん。っていうか、抜いてんのかいって逆に不思議に思ったんだけどね。うん、僕でも公衆トイレで抜いたことないですか？公衆トイレで僕一回だけ抜いたことあるんですよ。どうしてよ？神田神保町の羽賀書店に行って、うん、エロ本を大量に買って、うん、もう東京生活エンジョイの時ですよ。もう嬉しくて。で、水道橋のとこまでやっとのことをたどり着いたんだけど、うんうんうん、もう辛抱がたまらなくなって、うん、水道橋のトイレで抜いたことありますね。はい。その時はもうやっぱり贅沢だな、東京はと思って。ああ、でもそうだよね。はい、でも、こう、それはイラストで抜いたわけじゃないでしょ？あ、違います。はい。僕いつも持ち歩くようにしてますんで、エロ本は。はい。僕あれですよ、NHK で昼時日本列島って言った時、一週間ぐらい奈良にいましたけど、奈良ホテルって言ってもうほんと個室が泊まるようなところです。あそこにもうエロスクラップ持って行って、うん、もう床にエロネタ広げて、うんうんうん、毎日スクラップやってましたんで、はい、もういつでももう僕の背中が重いのはもうエロネタが詰まってますから、はい。あ、それってでも部屋掃除しに来る人とかが、はい、どうするんですか？あそこのゴミくずのとこに、切った、チッとか書いたようなやつが、いっぱいぐちゃぐちゃになってるんですよ。あれはちょっと困るんですよね。はい。だから、あと、スクラップに乗り付けするんですけど、乗り付けする台紙がないんですよ。エロ本は持ってきたのはいいんだけど、台紙がなくて、やばい、どっかにないかなと思って夜中なんですよ。いやエロスクラップ作りたいと思ったんだけど、どこにもないんで、聖書で、やらしてる。ひどはい。
だからそれはひどい。聖書のマタイ伝何章と何章の間はひっついたりしてますだから、はい、はい、そういうことありました。まあ、でもね、熱心な人だなと思ったんじゃないかな、はいはいね、きっと、はい、うん、どうぞ。もう大丈夫かな。ラジオネーム方の方さんのザゼロン、チンコの握り方で相手の愛情度がわかる。どうなんですか。チンコを握られた時の握り方っていうのはちょっと待ってください。はい、でも、ほら、あれじゃん。例えばほら。僕は全部言いましょうか。僕しましょう。違いますよ。僕です。違います。僕は、そう思います。診察とか行った時に、チンコとかこう。こんなもん握らねえよ。看護婦さんとか握らないですか。そんなの、それは病気の時じゃないですか、その。病気の時こうやって握らないですか。こう二つの指でこうとか。あるいはなんかこう。はい。握ります。握られました。僕が握られました。僕です。僕が全部握られます。海出てないね、なんて言って、上からこう、握られたりもします。はい。こうやってギュってやられるんですか？はい、はい、やれます。あれ、それ確かにね、言えてるとこありまして、こう、握りっていうか、まあ、グリップですよね。はい。グリップ。ね。まあ、参考書で。ゴルフみたいな言い方するんですか？やっぱ参考書で言うと、このグリップアタックですよ、やっぱ問題は。ね。で、グリップして、アタックはやっぱ人差し指で、祈祷の先ですよ。ネバネバしてんのをちょいちょいと出したり、あ、こうね、こうやりながら、今ほら、64とかファミコンだって、いっぱいね、ボタンついてるわけですよ。はいはいはい。だから、昔のファミコン、ね、ニンテンドーのファミコン時代は、二つしかありませんでした。そうですね。うん。こっちで。十字ボタンと、ね、二つのボタンしかないですけど、今のやつはもう、プレステとかいっぱいついてるから、今の子の方が器用だと思うんですよ。うん。やっぱりね、ファミコン以降の人たちは、とっても手が器用。うん、だと思います。すいません、握りがいいってことですね。握り。ほんで今の子供たちは、すぐに覚えますからね。コントローラーの使い方。僕らはやっぱり十字ボタンに、もう親指のところに十字の跡がつくぐらい。あそこに丸い円形がありました。あそこグギグギやって。ね。で、ちょうどこの中央が、こう、また跡がつくんでね。跡がつく。昭和の人はやっぱり、手作業が下手ですね。そういう意味では。はい。握りが悪いと思います。わかりました。昭和の人はもう、わかんないから、チンチンに顔近づけて、わーとか言ったりしますからね。昔のファミコンは、ほら、わーって言ったらもう、ゼルダだって、バーンと、蝶が消えたりしますから。わーって言ったもんですよ。言ったの。はい。もう、めんどくさいぞ。はい。聞いて。ラジオネーム、電車で通う猫。はい。モザーゼロン。トゥナイトに復活してもらいたい。はい。希望です。トゥナイトに復活してもらいたいって。ああ、なるほどね。深夜監督とかもね。やっぱ、深夜監督って言ったらトゥナイトでございますからね。そうですね。今、昔は人ですよ。二郎さんがやってましたよ。司会ね。ああ、そうですね。そうですね。二郎ラモじゃなくて。二郎ラモじゃなくて。何トニー&二郎じゃなくて。石川二郎さん。今やるんだったらね、僕ね、もう、トゥナイト3か4ぐらい行くとしたらね、渡辺タスクだと思うんですよ、俺、本当に。司会。よくないですか、あれ。いや、いいっす。あの人が向いてるような気がするんですけどね。まとめるのうまいじゃないですか。なんか、その、二郎さんと監督の間ぐらいの顔だもんね。ああ、そうそうそう。いい顔してますね。いい顔ですよね。ね。はい。というわけで、これで、以上で正論はよろしいでしょうかね。はい、結構でございます。こちらの方たちにも何かプレゼント。何かがあるということでございます。というわけで、コマーシャル行きましょうか。コマーシャル行っちゃいますよ。あ、コマーシャル行きます。はい。どうぞ。The power is on 81.3 J-Wave。ラストサムライ見つけた。すでに絶滅したとされている昔ながらの日本団地、ラストサムライの目撃情報を募集しております。そうですね。はい、私はラストサムライ見たと、リスナーからの目撃情報が届いているようなんで紹介していくんでございますよ。はい、昨日もキャバクラに行ったところ、はい、キャバ嬢の肩を抱きながら、はい、右手で、キャバ嬢の右のおっぱいをちょっツンツンとつきながら、横ではこんなことしてお父さんどう思ってんのというラストサムライ見つけましたね。いましたね。そういう人ね。すごいね。そういう人は多いですからね。はい、どうぞ。すごいな。というわけで、はい、情報ついでにこちら、ラジオネームエアバックさんから、はい、先ほどのエアバック話が来ておりますね。うん、
何の話か分かりますね。あの、ホムの方たちの。分かります。はい。袋同士がぶつけ、エアバッグの話を受けました。うん。私、ホムな人なんです。あ、ホムの方ですか。はい。はい。男同士でもね、前からも後ろからもできるんですよ。あ、どうするんですか、それ教えてください、それ。でも、うん、いわゆる男女間の正常位とはちょっと違いますね。穴の位置が違いますからね。どうやるんですかね。松葉崩しみたいなやつかな。すんごくこう、なんか直角に入るんですかね、こう。こう、なんちゅうんですかね。正常位って普通はほら、はい、こう胸と胸が合うじゃないですか。はいはいはい、こう、バシッと、はい。それが合わないんじゃないですかね。こっちか。はい、ラスト侍見つけた。ラスト侍見つけた。なんか詳しい情報が欲しいな。はい、どうぞ。ラジオネーム桜井オーストラリアのラスト侍見つけた。電車の中で人目もはばからず大音響で放屁。放屁、うん、放屁。その後何の言い訳もしない侍を見かけました。うんうん、50過ぎの背広の男です。うんうん、昨日ね、僕もね、蕎麦食ってたらね、隣のテーブルの人がね、ブッブッブッブやる人で。もうすんごい酔っ払ってるんで。ああ、酔っ払もう止められないんですけど。お店の人もみんな振り返ってるんですけど、ブッブッブッブやる人で。でもね、俺もバスの中で、すごい大きいおならをした人がいたんだけど、うん、その後に結構満員だったんですよ。失礼しましたっていうのがね、どうかと思ったんだ。そこまで張り切って言うことかなって思ったんだね。でも、その方が気持ちいいじゃん。今日バス乗ってた時は。だって大爆笑になってんだよ、そのバス。そうだよ、ね。爆笑バスで走ってんだよ。だって今日ね、どこからともなくバスでしたよ。え？おならの匂い、明らかにおならの匂いなのよ。はい。誰も言わないんだ。それは言わないでしょ。前に女の人で横におじさんなんだ。うん、俺はおじさんの会だと思うと嫌だから女の人のだって思ったけどね。うん、なんかでもなんか納得言わないんだよね。ああ、女の人の方がいい。まあいいわね。まだ救われるよね。はい。まあいいや。ラジオネームカニボーラさん。ボーラスさんもらい見つけた。串揚げ屋の二度漬け禁止と書かれたソース壺に、うん、何度も何度も食べかけの串をつけていた親父に、お店の人が二度漬けしないでくださいと注意したら、壺ごと買えばいいんだろうと逆切れ親父。お店の人もそういう問題じゃないと言っても揉めていました。この親父はラスト侍じゃないですか。あ、書いてあるね。それ、はい、混ぜるな危険みたいなことでしょ。うん、そうそう、書いてある書いてある。あ、なるほどね。ラスト侍ですね。いますね、そういう人ね。はい。どうぞ。ラジオネーム、桜井オーストラリアさんの見つけと、ラストサムライ。漫画喫茶で、丸腰デカが、なんで置いてないのかと、怒鳴っていました。はいはいはい。ああ、置いてないんですか。丸腰デカ。やっぱりラストサムライを読むのは、その、丸腰デカ。あとは、青春チンポジウム。上がってなんぼ。そこ、このあたりでしょ。ラストサムライが大好きな、あの漫画はね。漫画はね。はい。はい、女のラストサムライ情報でございます。はい。三浦さんでございます。ラストサムライ見つけました。はい。ブルマでスーパーに行ったりしてるおばさんを見ました。ブルマで。結構有名で、みんな見たことがあると言ってます。あ、ちなみに私が見た時の色はピンクでした。ブルマ、うん、ピンク色のブルマだって。はあ。侍だね。なるほどね。たまにね、こういう方は、本当にニャンツークラブっていうのを投稿していらっしゃる方がおられますんで。はい。うん。そういうプレイの一環だとは思いますね、多分ね。はい。やっぱり目的があるということですね。目的あると思いますね、これ。はい。続きましては、ペンネームですね、佐藤新体操さんから来ております。はい。先日、朝の通勤でバスに乗っていたところ、後ろから乗ってきた人がしきりに、うん、お願いです。歴史を変えないでください。歴史を変えないでください。と叫んでおりました。うん、あの人はきっと、ラスト侍か、もしくは、少々、お薬を服用されてる方だと思います。危ない人だよね、多分。それは危ない人でしょ。歴史を変えないでくださいって言われてもね。おられますよね、そういう方ね、たまにね。東京は特に多いですよね。ということでございまして、ラストサムライは以上でございます。はいはい。はい。はい、この方たちにも、なんか、ひょっとしたら、うん、はい。ひょっとしたらってことはないですね。当たるようにしときます。はい、ということで、じゃあ、曲を紹介させていただきたいと思います。はい、南沙織さんでございます。うん。あと、
やたらかけてんのは元を取ろうと思って自分で買ったもんで、一回ぐらいかけたらなんかただなんじゃないかななんて思ってかけております。南沙織さん、人恋しくて。はい、南沙織さんです。篠山紀信さんの、はい、写真家の篠山紀信さんの奥さんです。今リラックスという雑誌の表紙、はい、紀信って書いて、うん、篠山紀信さんと一つ美少女が写ってるんですが、うん、栗田博美さんって言って、はいはいはい、僕の本当の昼のアイドルでございました、うん、高校時代の昼のアイドルってどういうんですか、はい、夜のアイドルは谷直美さんと池玲子さんで、はい、縛られてる人が多かったんです、昼はもう天使の、僕今まで一番アイドルに恋をして、近代映画社までラブレターを送ったんだけど、多分捨てられたと思う、そこまで恋を焦がれた人が今篠山紀信の横に映って、リラックスの表紙になってる。中も4ページぐらいありますから。あ、そうですか。はい、乗ってる。もう思わず3冊も買ってしまいましたんで。うん、はい。なんリラックス。エロスクラップ。送ってこいよってことですね。はい。そういうことです。すっかりそういうことでございますが。はい、というわけで、それでは続いてはこのコーナー。三浦ジョンの天使のいたずら。死んだらどうなる？ラジオネーム、まったりスイートな26歳さん。はい。死んだらどうなる？うん。という、ね。まあ心配でしょう。はい。私は、フェラチオをしていると。はい、何を加えたまま居眠りをしてしまうことがよくあります。多分相手の人には気づかれてないと思うのですが、目が覚めた時にいつもドキドキします。その度に罪悪感に苛まれるのですが、私は天国に行けるのでしょうか。地獄兄貴お願いします。ですね、うちの近くのマッサージの人がですね、一回僕が1時間半コースっていう高いコースをしたにもかかわらず熟睡してまして、うん、とも体が良くなった思いがないんですよ、うんうんうん、起きたら、うん、なんか全然良くなってないし気持ちよくもなってない、おかしいなと思ったんですけど、うん、この間また行きまして、うん、この間1時間コースでやってたら、はいはい、で途中でやっぱりうとっとしたんですよ、うんうん、うとっとして眠たいなと思ったんだけど、ちょっと見ててやろうと思って、うんうん、頑張って寝ないようにこうやって薄め上げてこうやって見てたら、うんうん、俺がピーンってわざといびきをピーンってやると、うんうん、スーッと手を止めてることに気がつきました。やってないわけですよ。だって熟睡してるやつにやっても同じわけですから。そうだよね。俺だって、俺だってそういうことするから。あ、やられてんだと思って。だからこれからマッサージ行く人は、寝たらやられてないということをね、覚悟してやってもらった方がいいと思うんですよ。だから、その、F やってる人も、F やられてる人も、同時に寝てる場合ありますからね。はい。はい。同時に。向こうもね。はい。同時に寝て、カフが下がってる場合ありますよ。はいはい。カフ地獄ってね。はい。カフが下がっちゃいましてね。何も、はい、何も会話ができなくなる、ね。そうなんですよ。はい、マイクはあるんだけど、何も会話ができなくて。できない状態。スタジオとこっちのコンタクトが取れないって、いくら叫んでも相手に通じないっていう無音地獄ですね、それは。はい。そういうの落ちます。そうですか。はい。カフ地獄でございますね。はい、続き、はい。続きまして、三浦さんから、来ております。学校のトイレで、オナニーをしたことがあります、うん。はい。どんな地獄に落ちてしまうんでしょうか？それはね、生き地獄ですね。それ生き地獄って言って、トイレの中にやられてるわけですよね。はいはい、上からザーザー、バケツの水をかけられる生き地獄って言って。はい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 。そういう、本当にうちの友達が目に遭ったことがありまして、生き地獄で。もう、びしょびしょになって、出てきたってことがありました。はい。それは必ず犬もよく交尾をしてたら水をかけたりする昭和の考えがあるんですけど、オナニーしてるやつ見つけ次第水をかけられるっていう、山形県でいうカセドリのような風習がありますので気をつけてくださいよ。水かけられますよ。はい。僕の友達は新聞紙に火つけて上から投げてましたけどね。あ、ひどいですね。俺はさすが安田さんの世代、全京都の世代、さすが火炎瓶の世代。すんごい勢いでそのトイレが出てきましたけどね。ズボンを下ろしたまんま。ラジオネーム、カニボーラーさんから起きております。今でも気が向いたらやっちゃうんですが、はい、エレベーターに乗ったら前階のボタンを押して次の階で降りちゃいます。こんな私は地獄行きでしょうか？あ、地獄ですね。これもね、地獄ですよね。地獄ですね。はい、いくらこうかけてもボタンが高い違いになってるっていうね。かけ違い地獄っていうのに落ちますね。はい、それ辛いじゃん。辛いでしょ。気色悪いわけですよ。いやー、
もう地獄のショッピングして、地獄で、あの、ブティックとかあるんですよ。で、そこで、あの、服を買っても、いっつも掛け違えちゃうんですよね、ボタンで。かっこ悪い、はい、地味にかっこ悪いよね。はい。すいませんでした。あんま面白くなかったです。ごめんなさい。もういいです。はい。どうもありがとうございました。あ、落語の、じゃあ漫才のパターンだ。はい。じゃあ、次のコーナー行っちゃって大丈夫ですか？それでも曲行きましょうか。はい。曲は、ロックンロール、クロリです。はじめのポジティブシェンキングということでございまして、このコーナーはですね安西さんが、ネガティブに生きてる方々に勇気を与えるコーナーとして、確立しました。この今日は第1回目なんですけども、安西さんに相談すればどんなことでも明るい方向に行ってしまう謎のコーナーでございます。これはもうあのタモリさんにもあの聞いてほしいコーナーでございます。それでは、ラジオネームベージュ・ボリスエ・リョーコさんでございますね。ラジオネームの方から、安西はじめのポジティブシンキングに悩みが来ております。バレンタインデーに半年弱遠距離恋愛をしていた彼女に会えないのは寂しいから、友達に戻ろうと言われました。もうショックでたまりません。安西さんならどう立ち直るんでしょうか？はい。ちょっと待ってください。もう一回。ポジティブシンキング。あ、聞いといてくださいよ。どのぐらいですか？もう一遍言いますよ。聞いてたよ。バレンタインデーに、はい。半年弱、遠距離恋愛をしていた彼女に。半年、会ってなかったわけですよ。男ですよ、これ。男の人ですよ。はい。うん、半年弱、うん、会ってなかったっていうか、遠距離恋愛をしていた彼女に、会えないのは寂しいから、うん、会えないのは寂しいから友達に戻ろうと言われた。うん、もうショックでたまりません。こんな時、ポジティブの神様ならどうポジティブにしますかっていうことです。いや、でもそれはショックですよね。え、それショックなんですか？ショックじゃないですか。だって半年ですよね。え？あ、半年間も。はい。つまりそれは、半年間も逆に言えばフリーだったわけですよね。え、何がですか？その、もしもし。はい、お互い。もしもし。もしもし、スタジオさん？もしもし。聞いてますか？はい、はい。こちら、浅間山です。浅間山。もしもし、SOS、SOS。はい。半年。はい。半年間、お互いに、こう、考える時間があったわけですよね。そうですよ。それは。はい。その間、ビシバシと、こう、言ってたわけじゃないわけですよね。そうですよ。お互いが。はい。ね、寂しいと。はい。いうふうに思ったわけです、はい。寂しいと思ったのです。ね。言われたんですよ。向こうは寂しかったわけですね。そうです。この男性は、寂しくなかったわけですよ。ね。そうですよね。半年間会わなかったけど、別に寂しさは感じずにずっと愛を貫こうとしてたわけじゃないですか。うん。ね。うん。その意志っていうのはすごいですよね。つまり。は？ちょっと待ってよ。ポジティブシンキングのコーナーですよ。わかってますよね。素晴らしいじゃないですか、それは。誰が、どっちが素晴らしい？その彼ですよ。男の方の人ですよ。え？全く相手にされてない女の人を半年間好きだったわけですよ。ということは、こっから半年間好きでも、ね、相手から全然全く連絡が取れなくても、もう半年好きっていられるじゃないですか。ね、どんどん好きでいられるわけですよ。ちょっと待ってください。今、ね、ちょっと今のところですね。はい。話がすり替わってきたのは。いや、なんでですか？すり替わりましたよね、今。すり替わってないですよ、全然。あ、ここ、ポイントですよね、今。つまりそれは、マーカー引かなきゃなんないってことですよ。そうですよ。はい。彼女に振られたっていう、この、もうつまらないと。彼女が寂しいって言われたことは、つまり、すごく求められてたわけですよ。ね、連絡も取れない、会えないから、その、なんだろう、その、彼氏のことを、私はこんなに好きなのに、つまり、そんだけ好きっていられたわけですよ。ね、彼女からは。ね、でも自分からは、そんなにアプローチもせず、放っておいて、で、半年、その結果が出たからといって、落ち込む必要はないんですよね。その半年間を、もう一回倍、半年行って、一年間、何にもしなくても。そんなこと絶対安西さんしないもん。一言だと思ってるもん、今。もうそこですり替わってるもん、話が。安西さんならそんなことしないもん。そんなことない。安西さんならもっと違うこと考えるはずだと思うんだけど。いや、そんなことない。安西さんならもっと、なんか、あ、その間に違うやつとやれるとか、なんか違う面白いこと思うと思うよ。違う面白い。それは三浦くんじゃん。いや、俺は違うやつとやれるよ。俺はもう一生懸命頑張って、これは頑張っていこうと。
ダメだこのコーナー、いい人になろうとしてるな。あれなんでいい人になろうなんてしないよ。おかしいな、そんなポジティブか。え、でもじゃあもう一個お願いしますよ。ねえ、ソクラクラさんからですわ。僕は歩くのが面倒で人の2倍、2億倍ぐらい嫌いなんだって。歩くのがね、走るのも嫌いで、これは人の3倍ぐらい嫌なんだって走るのは。どうしたらこの先生きていきますか。はあ、それはあれだね。 どうなんですか。いいね。まあ、いいんですか。あ、いいんですかこれは。どう、発明っていうのはそういうとこから生まれるんだよ。発明なんですか。発明、例えば、はい、自動車や自転車っていうのは、はい、もう今すり替わりましたよね。今話が自動車にすり替わってますよね。今だってこれ走る話ですもん。だから、はい、それでいいんじゃないですか。車乗ったりとかさ、すれば。そしたら、この人、すんごい、あれですよ、自転車乗ったりとかしたら、めちゃめちゃ。ストレートな回答が返ってくると思いませんでしたけど。そりゃそうですよ。めちゃめちゃ。車が好きになれるかもしれないってことですか。そうっすよ。発明っていうのはそういうことじゃないですか。ものが億劫だとか、はいはい、ね、これが不便だとか、いうことから始まるんですよ、すべて。もう出だしの発明から話がすり替わってたわけですね、今の。だって、発明とか関係ない、出てこないですからね。まあ、なるほど。まあ、発明好きかとか。これは、車好きになれていいってことですよね。そうです。ああ、なるほど。ああ、車好きになろうって。素晴らしいですよ。ああ、なるほどね。F1 レーサーとかなっちゃうかもね。あ、もう。F1 レーサーの人はひょっとしてない、うん、歩くのが面倒でなったんですか、あれ。じゃないの。やっぱそうなんですか。あ、コンビニ行くの邪悪せえな、ああいうスーパーカーみたいに乗ったら早いのになって思ったんですか。そうでしょ。だってね、片山右京っていう人はね、結局 F1 ではあんまり結果を残せなかったんですよ。日本代表するレーサーだったにもかかわらず。全然違う話になってます。いや、でもね、その片山右京のうの字も出てませんけど。という人はですね、もう終わりですけどね。今山登りしてますから。つまり今歩くことが好きになってる。そんな歩くことが好きな人はダメです、やっぱりね。ということで、では、来週までおやすみなさい。最高にズクズクでした。